どうもどうも。はいどうも皆さんこんばんは。こんばんは。はいこんばんは。1月19日月曜日24時になりました。本日も始めました、ね、伊勢崎のリム。はいどうも。イエーイ。ね、本日もよろしくお願いいたします。はい、こちらの放送ですね、神奈川県横浜市にあります気候の伊勢崎店より毎週月曜日24時からパチンコパチスロを楽しく打とうという番組になっておりますということでね、はい、よろしくお願いします。ということでね、お願いします。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいやね、ということでね、寂しかったですか、はい、やっぱあっちゃんばっかで。さあ打ちましょうか、ね、早すぎる。もうちょっとなんかいろいろあるんじゃないですかいつもね。いやいやいや、そうですね。まあね、最終回にあんなに炎上させてくれるとは思いませんでしたけど。あれそうですか。いや楽しい楽しい年末放送だったんじゃないですか。そうですかね。本当ですか、ね、本日はパルコ店長と僕の友達サッキーさんとね、出たお二人で楽しくやっていくとやりにくいな、いう感じでね、よろしいでしょうかね。はい、はい、こんばんは、今日も楽しみにしてますよと。はい、どうもお願いします、ね、はい、こんばんは、こんばんは、ね、刑事どんなのか楽しみですってことなんですけどね。はい、今日ね、まあ本日ね、導入初日と、そうです、最悪でも続けてどうぞ、大丈夫ですか。大丈夫、はい、大丈夫、導入初日ということでね、はい、はい、ちなみに気候の伊勢崎店全何台、すいません、24台です、はい、24台ということでね、はい、はい、いっぱいあるよということでね、ぜひね、はい、始まるとね、おにぎり君頑張って、ありがとうございますね、三兄弟みたいな顔しやがってってことでね、嬉しいね、この3人が、うん、ああ、この3人が長男、嬉しい嬉しい、長男次男三男ですかね。早速テンションが、いや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 あのスタートの勢いはどこ行ったんですか。今日一だったじゃないですかね、はい、おにぎり君頑張らないで、いや頑張りますよね、はい、パルコーって来てますね。おね、来たね、すごいのが来てます ね、はい、ね、パルコ鍋逃げたなということなんです、ね、ちょっとね、いろいろ、はい、いろいろあったんです、ね、あのすみません、はい、行きたかったんですけど、はいはい、残念ながらと、まあ、はい、ね、お忙しいですからね。そうなんですよね、いろいろと、ね、道に迷いましてたどり着かなかった行く意思はあったんですね、はい、行く意思はあったけど無理だったからありましたね。なるほどね、なるほど、はい、ね、はい、今日伊勢崎町遊びに行きましたよ、徹夜で20連させていただきました。あ、なんかあれですかね、はい、めっちゃ5万発くらい出たやつちゃいますかね。5万発多分、確か、はい、すごいですね。いやいや、なかなかね、羨ましいな。刑事もいいけど徹夜も調子いいんじゃないかって感じですよ ね、 はい、ね、暗黒ってね、はい、おにぎり今日やらかしてないのってことで、ね、いや今のところ大丈夫ですよね。はい、見えなかったら、リロードで、ね、あ、そうですね、画面の方がもしね、あの停止した場合はね、あの右下の方のね、はい、チェックをしてください、ね、おにぎりさんの米読みが止まった場合はどうしたいんですか、ね、はい、あ、それはですね、あの見守ってください。よしよしよし、行こう。見守り、今年もね、いい感じにこの椅子だけね、がっちりいってるね、この3人のスクラム、ね、スクラムスクラム、だいぶいい感じにいってると思うんでね、はい、頑張りたいと思いますよ。よし、ね、はい、不仲の2人だってことね。不仲じゃないですよね、全然ね。なんでバレてるんですかね。バレてます、ね、完全に、ね、はい、今日は先週の罰ゲームおにぎり配信だなってことでね、先週の罰ゲーム、ああ、僕先週関係なくないですか。あれ関係あるんですかね。でも先週ね、なんかで先週だって、あ、当たらなかったか、ね、エヴァ打った遅くまで、ああ、そうかそうか、多分エヴァ、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 エヴァね、エヴァ、はい、ですよね。はい、ね、スクラムイコール不協和音で、いや違いますよ。がっちりがっつりですよ今日も。不協和音ね。不協和音。ね、はい、なんでパルコ機嫌悪いのってことでね。全然機嫌、むしろ僕今めっちゃ機嫌いいですよ。ほんまに。ちょっとね、まあ、そうそう、いいことが立て続けに2つくらいやって。あ、そうなんですか。はい、あ、じゃあちょっとその辺もね、今日ね、いろいろね聞きたいと思いますよ。いや、いいことだったらね、みんなで共有したらいいじゃないですか。そうなんです、はい、そうなんですよ、そうなんです、ね、まあ、ああ見えてもすごいね、絡みづれえな、もうすいきなりですか、新年早々。いやいやね、大丈夫ですよね、こんばんは、昨日の関西版も刑事で大騒ぎでしたよってことでね。ああ、そうなんですか。いやいや、結構ね、今日もね、ね、ぐるぐる回っちゃうんじゃないですか、ね、負けてられないですよ。そうですね、灰を見せてっていうの、あ、そうですね、はい、じゃあね、まあ、打つ前に、まあ、告知の方からお願いしますと思いますんでね、よろしくお願いします。はい、行きましょう。はい、ちょっとすみません、はい、席出るんでお願、ねはいします、うん、じゃあお願いします。1月25日ですね、はい、テレビのパチパンパチパンの収録で、はい、神奈月さんと、はい、堀さん、堀さんですね、モノマネ芸人の、はい、来ていただけますので、はい、日曜日ですね、はい、ぜひお暇な方は、はい、
思い思いのモノマネのコスプレで木工内瀬崎店まで遊びに来てください、はい、なるほど、思い思いのコスプレできたらいいんじゃないかということでね、はい、ぜひね、はい、日曜日25日ですからね、はい、適当やったっすね今のね、すごいすごかった、すごい適当な開始いや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 、すごい、ね、拾う気なかったもん、拾う気ちょっとごめんなさいね、あれそうかなと思っちゃったね今、そういう催しもあるのかなと僕思っちゃった、打ちますか、はい、ということでね、はい、はい、こっちの方はね、はい、しましこんな感じでということで、はい、本日もね、はい、よろしくお願いいたします、お願いします、 CM 入ります、はい、お願いします、どうもはい、ということでね、本日はもう打って大丈夫です、はい、どうぞ行きますよ、はい、本日導入のね、CR 新花の刑事ね、ニューギンさんですね、はい、マックスタイプとなっております、 SP 突入率が 55%、 継続率は 85% というね、なかなか熱い感じになってるんですが、はい、ね、ちょっとすいませんね、今カメラセッティングしてますんでね、お二人は刑事の過去作とかは打ってたりするんですかね、サッキーさん、 そうですね僕残とか、はい、結構打ちましたよ、あ本当ですか、面白かったんで、はい、パルコ店長は、はい、僕も初代刑事は結構打ちましたよ、初代刑事、はい、初代刑事どんぐらい前なんですかね、あれいつですかね、あれでも面白かったですね、うん、ねえですよね、まあお二人ともね、打ったことあるというけどね、これ音聞こえてるんですかね、音は一応入ってますね、はい、大丈夫ですね、ちょうどいいと思います、ね、ちょうどいい、はい、おにぎり君って伊勢崎店で嫌われてるのお察しとかなんですかね、いや全然そんなことないですよね、もう毎週ね、もう2週間に1回が楽しみでしょうがないんですよね皆さん、そうですね、もう僕は事務所入った瞬間ね、やっと来たみたいなね、もうそうです、救世主来たぜこれみたいな ね顔されますもんね、そうですそうです、もう5分くらい喋ったらもう満足しちゃいますからねそんなおな、そんな、はい、すごいそんな吉本さんみたいな感じですか、すごい満足度ですよまあね、短時間で満足度はね、与えられると結構なもんですからね、はい、さっき逃げてってことでね、逃げますよ、ね、全然ね、逃げなくていいですよ、誰にどうなん、いやもうおにぎりでしょ、おにぎり、いやいやいやい いや僕らマブですからね、逃げるとかないですよね、なんですかマブって、はい、マブ立ちですよ、マブ立ち、花の刑事ね、当てましょう今日ね当てましょう、そうですね、動揺して玉こぼしてるね、今日もね、楽しくやっていきますよ、ねね、はい、私はこれで人間やめました、キリってことでね、はい、とりあえずモノマネ入ようってことだね、モノマネ、はい、お二人なんかありますか、得意なモノマネ、いや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 、うん、もうちょっとなんかあるかなとか、うん、ないですか、ね、いや、さっきさんあるんじゃないですか、悩んでも仕方ないんでね、ないです、いや、潔、男多いな、男が多い、ここ男が多い、潔い男が多いですね、はい、はい、ラジオの CM も聞きましたってことね、ありがとうございますね、はい、ナイスチグハグってことね、はい、パルコーって言われてね、いや、すごい熱烈ですね、ものすごい熱烈ファンが1人2人いますね、はい、はい、現行のマックススペックでは鬼武者より上って感じですよねってことなんですが、こちらね、はい、今回 VST 機ってことで、そうですね、はい、まあね、絶対知らんやん、いや、なんとなくそういう合図中取ったらええかな、まあ、そうやな、まあ、一応ね、あのガロとね、あの似たようなスペックという感じになっております ねさっきね、夜渡り上手やから、はい、ね、なんか感じ悪くなるんでやめてください、あ、すいませんね、保留がちょっとね、見えてなかったですね、すいません、はい、和骨この、パルコこの前なんで鍋来れなかったんですかっていうね、まだやっぱね、質問続々来てますよ、え、あ、鍋ですか、はい、いや、ちょっとね、まあ、いろいろあったんですよ、ね、はい、ね、そこら辺はお察しということでね、はい、お願いしますね、はい、おにぎり首出しってね、いやいや、僕は ね、ずっといますよ、はい、おにぎりはこう、皆さんこんばんちゃ、ね、こんばんちゃ、こんばんちゃ、こんばんちゃ、ね、こんばんちゃ、はい、こんばんちゃですね、はい、お茶の茶って、ね、書いてありますよ、いいよ、パルコ様ということで、ね、いや、すごいね、信者や、急にだいぶ煽り来てますよ、はい、初代刑事は2007年、 ありがとうございます、ね、
初戦敗退のおにぎり頭についている、わかめ取れてってことだね。どういうことですかね。髪の毛ですからね別にね。初戦敗退っていうのは、いやね、どこでどう負けてるんですかね。いや全然ね、負けてませんからってね。はい、おにぎりは今日も放送が終わってから店長に謝るのかってことなんですかね。いやいやいや、そんな、ね、いやそれはもう間違いなく謝る、はい、間違い決まってないですからね、はい、謝らせましょう、はい、いやいや謝らせましょうって間違いない、はい、いやいや、なんかしたらあれですけども、何もなければね、すんなりね、はい、いや今日も良かったねおにぎりってことでね、多分ね、今日も良かったねとか今までないっすよ、ね、振り返りでね、まあ、前回さっきにいたってはもう先に帰ってるからね。いやそれでね、今日もね頑張っていきますよ、はい、成長してないなーってね、頑張りますよ、これ熱い、はい、あ、保留が来てますね、青っすね、青保留、全然熱ないよ、鳥間刑事の、画面見れたので寝ますと、早い早い、いやいや早いですよ、まだね始まったばっかりですからね、まだ歌舞伎ものですね、時間ありますから、ね、はい、はい、大丈夫ですかお二人ともね、ちょっとすいません、カメラもうちょっとね変えますね、イジイジして、イジイジ、あ、なにこれ、熱い、おいおい、はい、初見です、頑張ってくださいということでね、ありがとうございます、ありがとうございます、よろしくお願いしますよ、はい、おにぎりイコール低姿勢男っていうね、いやいや、そんなことないですよ、ね、荒ぶってますからね、基本僕いつもね、でも、事務所の扉蹴ってあげも、はい、本来、絶対ネクラですよね、なんですか、ネクラですよ、ね、またまたまた、元お笑い芸人ですよ、ネクラなわけないじゃないですか、絶対ネクラ、絶対ネクラ、ふぅ、店長おはようございますみたいなね、いつもこんな感じですよね、入ってくる時の顔をちょっと、はい、ちゃうやん、すごいすごい引きつってるもん、いや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 、そんなことないですよ、また伊勢崎やみたいな顔しますもん、多分気重くてしゃあない、いやいやいや、そんなことないですよ、もうね、館内からの、ね、駅から僕はいつも走ってきますからね、でね、またタイミング悪い時に別に絡まんでいいのに絡んできますから、あれそうですか、忙しいのに、いや僕はだなんか喋ろうとしてきますから、あ、その言い方ちょっときついですね、はい、その言い方ちょっとね、マジでしょ、ね、やめろやめろ、ちょっとその言い方ちょっと冗談冗談で、ね、ありがとうございます、ね、はい、左の画面文字、あ、すみませんね、今ちょっとね直しました、ね、はい、今日も、あたかも今まで良、かったことがあったような話だなってことですね、いやちょっとね訂正しますね、これからどんどん良くなっていくっていうね言い方ですね、はい、パルコ教は入会はいくらですかっていう、198,000円、来たー来たー、まあまあ高い、通販の人ですね、あれ冷静じゃやめて、もう通販の人ですね、いやなんか通販すみません、その後が出てこなかったんで、東華堂の北社長、北社長、ね、北社長です、そうですね、ありがとうございます、あれですね、ジャパネット高田の社長引退、あ、らしいですね、まあするかされるか、ね、もうなんかあの元気な声がね消えなくなっちゃうのはちょっと残念ですよね、こんばんは、今日は刑事で30連したよパルコ、俺の記録を抜いてみろってことね、すごいすごいですね、30連、30連まあね、経度率 85% ということなんでね、もう30連しようと思ったらもう当たっとかなあかんね、まあ、そうですね、そうですね、ここからもうコンスタントにいかなきゃいけないですからね、なんか今日当たる気せえへんな、ちょっとな、あれあれ、どうしますか、ね、おにぎりさんなんでね、はい、いやいやいや、それはもうご自身のね引きですから、こればっかりは持ってこない、ね、いやいやぜひね、見せてください、ね、はい、何もしなくても謝るおにぎりってね、それおかしいでしょうね、パルコの囲いはパルコガチ勢でってことね、いっぱいいますからね、はい、おにぎりちょっと黙れよってね、いや、しゃべらせてくださいね今日もね、おにぎり、お笑いの挑戦してダメだったやんってこと、そうなんですね、だからね、第二の人生ってことで今ね奮闘中ですよ、おにぎりチャチャダンス得意だもんねってことね、あれね、そうですね、だいぶ ね、あとから方々からね、いや良かったよなんて声がね、あ、そうなん、そうですね、もう大炎上してる最中のチャチャダンスね、良かったですね、そうですね、まあ、あれおにぎりさん全然言うてくれへんから、もう何が起こってるか全然わからんかった、もう何がですかね、もうね、あ、はいはい、あの時ですか、そうそう、いやすみません、僕もコメントからっていうか、あの離れてたんでちょっとねタイミング的に分かんなかったんで申し訳ないです、和子当たったら、寝るので頑張って当ててくださいと、当てよう、すぐ当てよう、ね、はい、パルコカットインが見れると聞いてきましたってことね、はい、はい、当たればまあね、見せれたらいいんですけどね、そうですね、はい、頑張りますよ、ね、今日ベンチプレスは休みですかっていうことなんですかね、ベンチプレス、そうなんです、はい、ベンチプレスも最近全然筋肉ないですから、ないですね、彼女の手料理うまいとか言ってもどんどん太っていきますよ、
やばいですね。もう次見たらさっきと見間違えると思う。ああ、双子みたいな。ベンチプレスをプレゼントしたいってなんか、あ、そうそうそう言ってましたよ。え、もう、え、あの必要ないってことですか？視聴者プレゼントで、はい、うん、なんか軽トラを持ってきてくれたら渡しますみたいな、はい、条件付きなんですけど。ああ、なるほどね。なかなかちょっとハードル高いですね。軽トラ持ってなきゃいけないからね。別にね、持って帰ってもらってもいいんですけど、歩いてきて。でもベンチプレスって結構な、ね、重さですからね。厳しいんじゃないかと思いますよ。あの後藤がベンチプレスに挟まれて死にそうになったって言ってましたもんね。じゃあ普通の人はかなり危ないですよね。多分死にますね。そうですね。だからね、本当皆さん気をつけてくださいね。熱いんちゃう、はい、お、来てますか。3、全然わかんないです ね、 残念ね、うん、はい、パルコ教入会は198,000円、今ならおにぎりもついてくるよってことだね。うわ、ね、はい、解読、サットですね。セットですからね、はい、サットサット特殊部隊です。今日やばいっすよ。いやいや、それスワットですよ、ね、どうしたんすか。すいませんね。なんかやってんすか、はい、やってないですよ、別にね。危険まるまるを、いや、危険まるまるやってないですよ。通常ですね、あのボルディックなんじゃないですか。脱法まるまるを、はい、脱法まるまるやってないです。言っちゃってますね、これね。いやいや、合法、いやいや、合法ボルビック飲んでますから。合法ボルビック、はい、店長、店長、合法ボルビック何ですか。今のは別に流し、いや、俺今の結構好きやった。あ、本当ですか、ありがとうございます。ただボルビックちゃうやん、それ。あ、ごめんなさい、クリスタルガイドでした。うわ、適当すぎる。いや、すいません、すいません、ちょっとね、はい、俺結構好きやったね、合法ボルビック。ありがとうございます。はい、僕もっちゃ嫌いでしたけど。なんでですか。はい、続けてください。はい、この差は何でしょうね、ごめんなさいね、あ、もう、裏の関西当たったよってことね、まあ、ちょっとあれですね、早い、いや、まずいですね。こっちもね、ペース上げていきましょうね。そうですね、はい、はい、パルコ店長、いいとこって何、可愛い女の子でも、可愛い女の子でもいたのってことなんですが、はい、いやいや、まあ、今日なんかね、いいことあったと。あれなんですよ、はい、あれをいただきまして、ファンレターをね、おー、はい、ファンレターついにって言うんですか。そうなんですよ。え、女子大生的な感じの、看護学生。これ熱いんちゃう。これ熱いやつや。本当ですか。これ熱いやつや。しましたね。これさっきの方熱いやつや。はい、さあ、どうでしょうか、これ。早く看護学生の話させて。ちょっと待ってくださいね。あ、味できてます。さあ、どうでしょう。早速当たりますか。なんか全然、なんかね、さらっと。さらっと。これだってもともと熱いリーチやな。もともと熱いですよね。さあ、どうでしょうか、来るかね、マジかってことね、いつも見てます、ありがとうございます。さっき、頼む、行くよ、さあ、シュッシュ、あれ、あ、いつものやつね。いや、まだまだ ね、 ってことね。さあ、どうでしょう、この後来るかな。看護学生の話しましょう。看護学生の話いきますか。あ、ど、え、何これ、あ、スルーと全くわかんないですよね。続いてるんですかね。はい、ということでね、なんと看護学生からファンレターをパルコ店長いただいたと。そうなんですよ、はい、え、今日ですか、本当に。いや、その鍋の日に、はい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 、ちょうどいただいて、はいはい、それ読んでて鍋いけなかったんですけど。なるほどね、理由としては、はい、あの、いつも配信見てますとかそういう感じの。そうです、そうです。それすごいですね。いや、本当にね、ありがたい話ですよ、なかなかね、その、はい、あの、視聴者さんに声をね、かけられたっていう話は聞きますけど、ファンレターもらったって話はなかなか聞かないですからね。 いや、来てますね、今年、パルコ店長。はい、はい、ね、はい、ね、はい、パルコ、あ、すいません、はい、入ってたか、そのなんか失礼しました、ちょっとね、あの、はい、切り返しがあの下手すぎました、ね、間違えないね、はい、彼女と別れた人はどうなったんですかっていうね、彼女と別れた人、誰誰、あれちゃん、あの、鎌田のやつじゃん。あー、スネオさんですかね。いや、まあ、スネオはそっとしておきましょう。そうです ね、 ね、はい、ね、おにぎりいたの、ね、いますよ、今日もね、おにぎりなら寝る、おにぎりなら寝るってね、なんで2回言ったんですかね、これね。ゴッティは、謹慎長いですね、ってことだね。まあ、ゴッティなんでね、謹慎中なんですか、うん、今ね、あれだと、ね、やっぱりたるんだ体は見せられないと。あ、なんだ、あ、そういうの禁止なんですね、はい、でベンチプレスをみんなにあげるって言ってるんですか。そうそうそう、でもなんか今日、はい、お客様に、はい、今日ニコ様頑張ってくださいとか言って、はい、デモしないのにはいとか言うちょっと適当ですね、いや今日僕いないですよとか ないですね、ちょっとね、はい、そのもうタイミングなんでね、その次の日の金盤とかの、はい、はい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 、なるほどね、ありがとうございますね、はい、今日後藤さんいたからニコ生出ると思ったのにいないのかってことね、はい、このあれですかね、ゴッティーだよね、はい、ね、キセルまだってことなんですけどね、はい、キセルはちょっとまだね、出てないですね、もうすぐね、はい、これ16ラウンド何発なんですかってことなんですが、どうですか、2000
おにぎりさんでも2000発ぐらいじゃなかったでしたっけ。大体2000オーバーとそのぐらいですよ ね、 ね16ラウンドといえば、ね、確か、はい、分かりません。はい、はい、すいません、ちょっとね調べてみてくださいね。さて関東と関西どっちが出玉を多く取れるかなってことでね。そういうバトルですか。結構ねさっきも30連したとかっていうねあの話もありますんでね、もしハマったらね分かんないですからね。はい、おにぎりさんに辞めてほしいわけじゃないんだけど、辞める予定はあるの、かっこ歓喜ってね。いや全くないですね、ごめんなさい、ね、さっき言ってね、16ラウンド1500発ぐらいじゃないけど、お、来てますか。あ、いやでも青保留やから、青保留から発表しますかね。1500発しか出ないんですか。くくらいじゃないの、落ちてくるのってことなんですかね。ちょっとすいませんね、まあ、まだね今日初日なんでね、あまり分かってないですね。はい、打ち手が台にかぶりすぎ、何年やってたらすいませんってことね。ごめんなさい、体がでかいからさ今ちょっとね、はい、あの直しましたね。僕の場合は顔でかいから、すいません、はい、ちょっとね、いろいろでっかいんですいません、ね、うわ、おにぎりマジ意識高い系だなってことね。これどういうことでしょうかね。はい、さっき今日はめんどくせえと思ってますかと。おにぎりさんのことですか。いや、違うんじゃないですか。おにぎりさんのことはめんどくさいと思ってます。あ、本当ですか。よし、やりましょう切り替えてね、ということなんでね、切り替えてやりましょう、ね、あ、1870発、2000発いかないかなというぐらいですかね、うんうんうん、はい、マジかってことね。はい、パルコ店長がね、ファンレターだとってことね、看護学生ってマジかってね、いやなんかね、はい、吉本タウン行ってる時に、はい、なんかあの合コンしましょうみたいな、はいはいはい、まあ、話に、あ、そういう、はい、下りがあったんで、はい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 、その人ですみたいな感じで、うん、あ、そうなんですか、はい、送ってきていただいて、じゃあもう近々合コンする可能性もなくはない。なんかその四国の方なんで、あ、はいはい、まあ、僕はもう近々四国に引っ越そうかなと思ってもう簡単に行っちゃうんです ね、 ですね、四国、はい、飛行難ありませんよね、四国。ないですけど、はい、ないですね、まあ、どうにかするってことですか。さすがですね、やっぱね、大切なものは見失いやすいって言いますからね。かっこいいですね、なんかね、なんか知らんけどかっこいいですね、なんかなんかわかんないですけどね。でもあれ、僕あれですよ、四国まで行って僕が出したやつですよ。あ、それすごいすごい頑張りいや、それやったらもう俺、はい、さっきを抱くやめてやめてやめて、心づもりはある。いよいよ意味わかんないですよ。いや、でもだからちゃんとそのね、はい、出した、いや僕絶対いたずらやと思ったんですよ、はい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 、住所とかも、まあ住所書いてなかったんで、はい、あのいたずらかなと思ったらちゃんとその、あのハンコでどこで出したかわかるじゃないですか。あ、そうですね、そうそう、それがちゃんと四国のとこに出てたんで。あ、本当ですか。いやちょっとね、わざわざ四国まで一回行ったんでね、もうさっきはまあ、ただ字はね、ちょっと見覚えがあったっていう。あ、なるほどね、喜んでくれると思ってます、ね、すんごい喜んだで同じ部下に2回自慢しましたから、はい、誰に言うたかわからなくて、ね、あ、もう聞いたんだけどな、さっきみたいな感じの顔されたりとかね、はい、パルコ調子乗るなって言ってますね。いや、いいじゃないですか。まあでもね、いや、これなかなか嬉しいことですからね。いや、これはね、本当に嬉しいですよ、普通に、ね、ありがとうございます。男性女性問わず嬉しいですけどね、やっぱ声かけていただいてるとぜひね、はい、あの、はい、ね、渡したいなと思うね人いましたらね、どしどしねご応募ください、はい、ファンレター果たし状じゃないのってことなんでね、果たし状じゃないですよね。果たし状はまだもらったことないですね、はい、あ、ですか、返り討ちにしてやるみたいなことな、はい、いやいや、そうなりません、ファンレターした、ね、16ラウンド2070発発表だから、1800発ぐらい落ちてくるのかなと、ね、脱法なんとか聞いてきたんちゃうんすか。ダポクリスタルガイザーですね、はい、これもう2回目は思んないですね、いや、あのさっきはあのボルビックだったら微妙に違うんですよね、はい、昨日おにぎり肉食ってうまかった、アクだらけみたいだったけどって、ね、いや、あの美味しかったですよ、ね、キセルがないとね、自然をつけてね、刑事はスペックいいねってことね、はい、おにぎりこの台の詳しい説明しないよとね、振り分けとか、出玉とか信頼なんだからってことですね。これは ね、 ね、やってもらわないと。はい、わかりましたね、まあ、一応ですね、振り分けの方が、今ものすごいメモを見てる、すごいカンペ見てるっていうすごいペーパー見てますよ ね、 はい、ね、はい、特殊知能がね、通常、4ラウンド通常が 3%、7ラウンド通常が 24%、 4ラウンド確変が 12%、 7ラウンド確変が 43% とで、電柱ですねは4ラウンド確変が 30%、 16ラウンド確変がなんと 70% という感じで、ね、なっているということになっております。はい、よし行くぞってね、さっきはおにぎりと友達なのってことなんですよね。違います。友達ですよね。違います。バッチリですよね。はい、ゴッティはおにぎりと絡みたくないからっていう、いやいや全然、今日もね、お会いしましたけどね、もうめっちゃスマイルでしたよ、
はい、爪楊枝入れたの おにぎりですか。いや僕じゃないですね、そう、いや YouTube にアップしたりしないですからね、あのクソガキね、はい、爪楊枝にぎり違いますよ、ね、あっ違いますそういうモードってね、モードある、なんだ、はい、RTC ですかね、はい、まあね、90分に1回ね、突入するキセルの時ね、でこの時にあのね角田さんのね、はい、曲が流れるということでね、角田さんあれですからね、はい、ゴッティの親戚ですからねいやそれすみません、筋肉具合だけであの言ってません、はい、ねえ、ね、はい、でね、このね RTC 中に当たると熱いということでね、急に古さだったな、はい、間違いないです、はい、少年法を変えたいとかってね、おにぎり自演ということでね、超余裕超余裕ってね、おにぎり少年法を早く、少年法を変えろよ早くってことね、いやあの皆さんのね一挙ですからね、あれマジだったんですかってね、左打ちに戻すんだ、もしかして神くらいのところまで行ってるかもしれないですねってことでね、パルコ伝統だってことですね、どういうこと、はい、どうですかね、すみません、ちょっとねあの遅かったんで、すみません、あのどこの下りがちょっと分かんないです、すみません、分かんわ、はい、初見です、明日石崎行くんです、楽しみにしてますとか、ね、お待ちしてます、はい、ぜひねお待ちしておりますよ、明日朝ゴッティ、ゴッティですね、ゴッティいますんで、はい、はい、爪楊枝を握って違いますよね、はい、おにぎりはあっちゃんの放送を見てちゃんと勉強してるのとかだとね、いやあっちゃんやっぱねキャリアが違うんでね、勉強させてもらってますけどね、はい、さすがあっちゃんですね、はい、消し印まで確認するパルコ怖えよってことね、さっきねだっていたずらかなと思って、まあまあそうですよね、はい、確かに基本でしょそんなもん、ね、基本的にねお手紙ね、はい、見る場合の基本っていうか、私もファンレター出そうかな、親分にって言いますね、あ、親分マネージャーの方にですかね、任天堂 3DS 売らないとってことね、熱いそれ熱い、わかんない、なんか来ましたよ、さあ箱なんか来ましたね、さあキセルボーナスチャレンジ、これ熱いんじゃん、ボーナスのチャレンジですか、何したらいいですかこれ、ボタン長押しどちらですかね、はい、さあ長押し、ましょう、どうでしょうか、まあ、微妙なやつ、さあどうだ、いい全部揃うか、あと一ついいよ、あと一個だけ、さあどうでいくか、行こう行こう、かない、まあですよね、はい、いやでもね、はい、流れは掴みましたよ、まあ、そうですね、はい、こうやってねあのテンポよくね行きましょうね、行きましょう行きましょう、はい、ね、俺も、親分に出そうファンレターということで、ね、親分ファンも多いですよね、はい、そうですね、裏の関西連チャンしてるぞ早く当てろということでね、はい、何当てないと早くね、はい、当たる気せえへんな、でもいいとこ見したいっすよね、いやいやね、ぜひね、はい、今日多分ね、ケージね、あの初日ですからだいぶあの皆さん注目してますからね、お願いしますよ、でも関西はもう先週くらいからやってたし、ああそうですね、まあ、でもね、関東初ということでね、そこはそこでね、引いていきましょうよ、ね、キセルの信頼度は何倍くらいですかっていうのはね、テッカテカっすよ、テッカテカやな、ね、前田ケージ、あーどうでしょうかね、ナイス、ナイススペックってね、おにぎり買いまくりじゃないですか、すいません、キセルの、信頼度は何パーってことなんですかね、まあ、でもキセル出てきたらほぼほぼっていう感じなので、ね、まあ、かなり熱いと思いますよ、そんなみんな知ってるやろ、キセル出たら熱いってみんな知ってるやろ、そうですね、なんで熱いということだけ皆さんね覚えてもらっておいて、ね、キセル 70% くらいじゃなかったら今作は分からんかってことね、はい、おにぎり噛みすぎて何言ってるか分からない、すいませんね、はっきり言います、すいません、今決まってる状態なんで、RTC あんのかよってことね、RTC ですね、今ちょっと流れてますからね、最近流行ってるよねってことでね、はい、2月に新橋で角田さんのライブイベントするよってことでね、あ、本当ですか、行こう、絶対行こう、だいぶ暑いですからね、1回のライブで本当あの5、6曲で3公演ぐらい前、あの昨年の花系の日はそんな感じにのね、あのステージでしたから、はい、はい、角田さん、いい歌だねってことでね、いい歌ですよ、いい歌っすね、RTC のキセルなんかも、キセルなんか来るもんかいってことなんですかね、どうでしょうかね、まあ、そこでね、RTC 中に扱ったらもしかしたら出るかもわかんないですけどね、刑事かというね、はい、おにぎりは爪楊枝くんの動画見て放送勉強してるってことでね、いやまあね、学んじゃいけないですからね、あそこからね、やっちゃいけないなぐらいですからね、はい、人の放送を見るのもいいけどまず噛まないように喋る練習をしろよおにぎりということでね、失礼しました、頑張りますね、的確なコメントですね、的確なコメントですね、
コメント買いまくりだし読むタイミング悪いからもうおにぎりだけは喋るなって、それはちょっと無理な相談ですね、はい。パルコはファンレターを金属探知機も通したんだよねっていうね。どういうこと、カミソリとか入ってへんから、まあ、そこまでね、はい、そういうことはないと思いますけどね、はい。読みが追いつかないおにぎり、すいませんね、今やっとね追いつきました、はい。じゃあおにぎりにファンレター出そうかな、ぜひぜひね、僕もねお待ちしておりますからね、はい、待ってますよ、ね。角田さん、いい声だなってことでね。いい声ですね、もうなんか最近はあのなんかね、あの歌い手さんですからね、どっちかっていうと、歌い手さんね、歌い手さん、なるほどね、はい、伝わりましたかね、今の歌うたいですね、はい、歌うたい、はい、ねね、はい。72%、キセルの信頼度ですよね、ありがとうございます、高いですね、はい。金保留と長柄だったらどっちの方が熱いんですかってことなんですけどね、まあ、ここら辺もどうなんでしょうね。おにぎりさん、緑来ましたよ、緑。お、緑保留、いいですね。おにぎりさん、さあ、テンポよくね、サクサクね、緑ですよ、当てちゃいましょうよね。ちょ、全く当たる気せえへんな。いやいや、そんなこと言ってたら当たるもんもね、さっき当たりませんから。いや、まあ僕も今のところ当たる気はしてない。ああ、いいですよ、赤字じゃないですか。赤字、はい、赤字よね、まあ、このテンポよくね、これね、ね、ね、ベンベンベンですよ、はい。おにぎりはフィリピン出身だしね、違いますよ。あ、そうなんすか。いや、フィリピン出身だったらまだうまい方でしょ。そうでもないですか、ね。まあ、フィリピンの人に謝ってほしいですね。いや、別にフィリピンの人別に侮辱してないですよ、別に、ね。まずは、いや、まあ、まずはその後にまたいろいろ僕謝らなきゃいけない感じですよね、はい。パルコのファンレターの手紙の内容を教えてってことなんですかね、まあ、これはね、これはね、これはまあ話せないですよね。いやいや、もう全然あれですよ、はい。いつも放送見てます、頑張ってくださいみたいな感じのね、そんな感じですかね。でも枚数多かったっすよね。え、一枚に一文字ずつしか書いてなかった。すごい気持ちこもってましたよ、はい。羨ましかったっすね、はい。今の文字数だったら本当あの20枚ぐらい必要ですよね。いつもありがとうございますぐらいでも、はい。あ、そんなかな、すみませんね、完全に聞いてなかった。あ、本当ですか、すみません。じゃあ俺のちょっとあれですね、はい、あのアプローチがね、はい、ごめんなさい、僕やりますんで行きましょう。あ、そうですね、当ててください、お願いしますよ、当てますよ、ね、はい。おにぎりは爪楊枝のファンレター送るねとかね、まあ、あんま怪我しないですよね、爪楊枝ぐらいだったらね、危なくないみたいなね。いや、危ない危ない、お旬だなみたいなね、はい。で、今日は何時から吉本タウン打つんですかってことでね、あれ、今日はね、はい、打ちましょうか、もう。いや、もう、いや、今日はいいんじゃないですかね。せっかく刑事ですからね、まあ、多分ね、間違いなく吉本タウンの当たってる最中より刑事の通常時の方がおもろい。それなかなか問題ですね、吉本タウンね、なかなかの大っていうことでね、はい。RTC 中に当たると何か得点あるんですかってことなんですがね、ここら辺はまだちょっとね、すみません、出てないのでちょっといまいちわからませんね、ごめんなさい。はい。お客の格変台残してないのとかね、残してないですね、ね、今日はありがとうございません、ね。金保留はないよってことね、あ、金保留はないですね、今回、今回は金保留ないってことね、全部関西弁で読んでみてくれと。お願いします。関西弁ですか、喋ったことないですね、なんや、マイホは吉本前代一パチ行きらしいで、刑事は54台導入したっぽいよ、あ、ぽいよじゃない、すごいな。すごいすごい、また噛んだんですか、どうですか、また噛んだんですか、まあ、関西弁でもちょっと噛んじゃいましたね、全然分からなかったもん。はい。当たるのは、2時45分頃かなとかね、だいぶ先ですね、可能性はありますよね、はい。中村おにぎりによるリアル RTC お笑いライブやってよってことだね、まあ、カメラ外しちゃいますからね、そうなるとね、はい。面白い圧力、残ってないのってことなんですよね、ん、面白い圧力の残ってないのってことなんですよね、これなんですかね、面白い圧力の、ね、ちょっとすいません、分かんないです、はい、はい、じゃあね、刑事、お二人は刑事 の原作とか読んでたりしますか。あ、僕読みましたよ、全部。本当ですか、はい、はい。あれ、でも結構前なんですね、20年ぐらい前の作品なんですよね、あれ、はい、はい、そうなんですか、はい、なんか1990年とかそんぐらいだったらしいんですよ、結構好きですか、刑事は。じゃあ刑事好きでしたね、はい、やっぱあれ、サッキーさんは。僕はもう漫画とかは読んでないです、パチンコだけで。パチンコだけ、そう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 、はい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 、そうですね、まあ、僕もね、最近初めて読んだんですけど、あれですね、あれなんかめっちゃ触れてんで、めっちゃ触れてんで、ここブルブル来てます、
なんかめっちゃ震えたで、ここさあどうでしょう、震えました、なんか震えためっちゃ、今さあ右のね、あ、激圧、激圧来ました、激圧来ました、さあどうでしょう、さあ、あ、下にも激圧出てる、当たりあるか、これはやりましたね、さあ これは期待していいんじゃないですかね、さあどうでしょう、花出てきましたよ、もうすごい唇乾いてきた、ね、すごい、ちょっとさっきチューしてもらっていいって生々しい動画になるけど大丈夫ですか、余計乾きますよ、チューしたら、おー、これうわー、いい、来るんちゃう、これ、さあどうでしょうかね、あと3回ね、乳銀だから激アツ、あ、7点、さあこれはもらって熱そうと、これは当たりましたね、さあ、お、金扉です、さあどうでしょう、ここからさすが、保留の色はってことだね、これ来るで、キセル、あ、キセル、キセル来ましたよ、あ、これ来ましたね、これもらったんじゃないですか、すごい、はい、さあ松が出てきました、さあこれだいぶ、これほぼほぼね、さすがに当たりそうとね、7点もろたってことでね、これはすごい、これはありえますよ、どうでしょうか、おーとかね、サスパルとかね、サスパル、ね、5万パーセント当たるわって言いますね、ほんまに、これは当たりますね、7点は 87% あるんじゃないかということでね、はい、ジャギはいつ降臨しますか、ここらしないですね、すみません、さあどうでしょうか、来るか、これおしっこするやつじゃん、そうですね、あ、相手に向かって、さあこれ1回外れるんかな、さあどうでしょうか、あ、弱い、あ、弱いよ、ちょっと弱いか、ね、これ1回外れるやつどうですかね、外れたらのみたいなやつですかね、早い、おー、当たりフェイスオブファルコいただきました、すごいすごいすごい、いいですね、まだ開始でね30分少々ですからね、こっからね連チャンでいきますよ、早い、ありがとうございます、おめでとうございます、ね、イエーイということでね、ね、役物も出てきました、ね、さあ7大当たりということでね、よっしゃね、パルコかわいいってきますね、あれさっき、さっき緑保留だったよね、緑でしたっけ保留、はい、普通じゃなかったでした、何、いや、あのサッキーさんのが緑保留がね、来てなかった、何これ、ジュラクダイブ、あ、もうなんか開いてるよこれ、さあということでね、もう当たり7点ですからね、来ましたよ、素晴らしい、ね、はい、ケージもガロみたいにリーチ中に保留変わるスタイルですかってことなんですよね、保留変化とか ありましたかね、いや保留変化なかった、特になかったですか、ね、はい、多分、ね、はい、今日2時までに当たらなかったら延長するので当たりましたよね、昨日の鍋配信、うちじにお疲れおにぎり、伊勢焼きの皆さんこんばんはということでね、こんばんは、はい、いいけどね、いや、バシバシ来ますね、いや当たりますね、伊勢焼きの放送 ね、伊勢焼きの放送、さすがですね、まあ、僕ね、まだプライベートでパチンコ売ってないんですよ、はい、今年入ってからですか、はい、やっぱもう放送で 見せていくスタイル、そうですね、さあだいぶねバチバチ来ますよ、赤保留は空気って、ね、あ、変化あるよってことだよね、なるほど、でちょっとね今日の配信中にね、あの見れればいいですね、そこらへん、そうですね、はい、7は ST 確定なんですかってことなんですが、そうちゃう、まあ、おそらく大丈夫ね、7だったら歌舞伎ラッシュでいいですか ね、 思いますから、はい、どれでいったんですかね、はい、あ、いろいろね、あのモードがわかんないんで、とりあえずこれでいきますね、はい、そうですね、はい、ということでね、行きかけモードですかね、はい、山沢醤油だけ作ってるんでね、あ、なんか来た、おサッキーさんもチャンス、覚悟、さあどうでしょうか、赤いっすよ、さあ赤、あ、お金、また金ですか、これさっき金文字、いや、これは来たんじゃないですか、こちらも同時で3の転売です、はい、もうこれ2人とも当たったらもうやめようや、そうですねやめちゃいます、やめよう、もうで、あの吉本タウン行きますか、なこれ、いや赤ふすまです、さあどうでしょうね、マイルドシーエちょっとやったやつですかね、これギュッてやつですね、これ外したら大パンレベルってね、金弱いよってことね、あ、そうなんすね、さっきの保留はってことなんですかね、普通です、普通の保留、はい、何も変化なし、あ、なんか赤くあれ何どうなの来てますかね、はい、来た、縄文、はい、おにぎりは脱ぎ芸に特化した芸人だから、カメラには映せないっていうね、これまだリーチ中、リーチ中ですね、そうですね、俺のやつ、はい、一緒のやつ、さあ、ね、さあまた役物動きましたよ、よし、当たりました、あ、当たり、
やりましたね。さあということでね、開始からね40分ね、これ当たってんじゃん、パルコ店長当たり当たってん、ね、これサッキーさんのもね来てるんじゃないでしょうか、どうでしょうかね、これ当たったんじゃん、まだ、はい、まだクルクルしてるんで、キセルないから解散で、いやそうですかね、キセルがねーと、上下役物いらないということでね金弱い、どうなんでしょうね、これここチャンスあるか、いくよ、サッキーさんどうでしょう、お願いします、あいやない、いや厳しかったですかね、ちょっとやっぱりキセルないと、でも金だけじゃ弱いんですね、そうみたいですね、なかなか金がちょっとね保留変化もなかったんで、そうですよね、まあでも盛り上がった、ああそうですね、いやいやいい感じですよ、でもねやっぱでもキセルがないとねっていうことは ねやっぱあの皆さんね言ってらっしゃるので、ね、はい、熱すぎて鼻血出た、あの鼻血が出たってことね、はい、おにぎりはどうしておにぎりなのってことでね、おにぎりだからですよ、はい、保留の色はということでね、はい、これ外れたら外で TM レボリューションごっこを全裸で、やってくるわけですね、何それ、まあ、さっきのねあのパルコ店長の当たりぐらいで、あのもし外れたらということですね、はい、外したら全裸土下座レベルということでね、さあということでね、何これ、ST 獲得ということですね、あ V 入賞、はい、あ V って書いてあるんですね、そうですそうです、ね、はい、これ見にくくないですか、えパサパサするから見にくくないですか、はい、見にくいな、あなるほど画面がですから、ね、はい、はい、これ外れたらおにぎりは俺の一物食らわすぞですよね、いやいやいや勘弁してくださいっぽいプレーを強要します、そうですね、打ち込まれちゃうからですね、いやいや、焼き土下座だねってことでね、おめでとうってことでね、はい、関西を追い越せってことでね、いやこれでね当たりましたんでね、ここからねどんどんね連チャンしていったらねいいですよ、ね、パルコ様さすがですってことでね、よし、はい、16ラウンドで何発なんですかってことでね、まあ、先ほどの話お話聞いたときに、まあ、1800発ぐらいじゃないかと実質、ね、はい、へそ16ラウンドは何パーってことなんですかね、へその16ラウンドは約70パーということになっております、今もがっちりメモ見ましたからね、はい、ね、変化あるよということでね、確変直当たりって 5% しかないんだよね、おにぎりっていうね、あそうなんですか、確変直当たり 5%、 そうですかね、すいません、ね、はい、キセルがねえとでね言ったのは、パルコ50連してくれと50連です、50連、はい、ケージはキセル絡まないとまず当たらないということでね、まあ、これ多いですね、結構ねお話で言うとね、はい、まずかこれね、とりあえずちょっとよくわかんないですけど、あ、はい、あのモードというかあれを、はい、ね、佐渡の章、京都の章、加賀の章というね、全部4モードあるんですよね、佐渡の章、はい、佐渡の章、そう、熱い、いや、多分さあ、どうでしょうか、熱くないです、熱くない、青保留でした、うん、で、ボタンを連打して進め、さあ、どうでしょうか、進みますよ、あー、ちょっと1、はい、進まないやつですね、星1個半、ちょっと弱いですね、1個半です、はい、これよく出ますね、そうですねお風呂シーンがだいぶテッカテカのやつね、はい、はい、パルコ1回の、当たり7点だったのに、出玉少なくないですかってことなんですかね、どうですかね、今どのぐらい出てますか、今の出玉、どういうことですか、1回目のってことですか、はい、1回目の16ラウンドの1回目のやつはあるじゃないですか、へそやから7角やったってことじゃないですか、はい、あ、そうですね、すいません、7ラウンド角変 で、ね、さっきのが16、さっきのが10ラウンド電柱なんで、あ、すいません、ありがとうございます、ね、はい、今来ました MC おにぎりだと分かったらマジ帰りたくなるってことね、いやいや、そう言ってね皆さんあのね、あの見てくれてますからね、ありがとうございます、おにぎりさん2回目のキセルボーナスチャレンジいきますよ、お、また来ましたか、キセルボーナスチャレンジやりますよ、さあ、ね、キセボね、キセボ、キセボ、キセボ茶キセボ茶ってなんですか、キセボ茶いくよ、はい、さあキセボ茶来るか、キセボ茶来るんちゃう、キセボ茶ね、連打連打連打、赤くなるの早いんちゃう、さっきより、さっきはギリギリが行きませんでしたが今回どうでしょう、なんか切ないですね、冷やかしボーナスチャレンジないですかね、じゃあ行きましょう、残念ながらということでね、頑張りますよ、はい、ね、はい、今日刑事初打ちで3万発継続率高いと楽しいねってことでね、すごいな、やん、すごいですね、これ相当出てますよね、はい、朝一から1500ハマっ、ハマったわってことでね、まあ、マックスですからね、そのぐらい行く場合もねありますよね、はい、はい、へそ7点も、7ラウンドなんてことですね、基本そうですね、7ラウンドが最高で、各変と通常ということになっております、ね、はい、床屋でパルコカット、を頼んだら、なんだそれって言われたってことだね、マ
間違いないですね。間違いなく言われる。言われますか、ええ、でもあれですね、大阪やったら通用しますよ、はい、大阪だったら通用しますか。大阪やったら通用しますよ、うん、ね。これ何熱いんこれ。熱そうですね、はい、行きますか8、ね。はい、リーチなったっすね。おにぎり知識叩き込んだけどマジでしなければいや、すみませんね。たぶん皆さんの詳しい、ね、これも当たったよ。当たったやつですね。がさあ、誓いの巻、ね、はい、連打って長押しでいいんですかってことなんですね。長押しでいけました、はい、長押しでね、大丈夫でしたね、さっきね。はい、おにぎりだったからいつも通り関西行ったけど知らんやつやってたから今日はおにぎりで我慢して見てるで、ありがとうございます。あ、ます、すいませんね、知らんやつって言われてね。これ当たるやろ、はい、当たった、ね、長押しでいいよ。さあ斜め、さあどうでしょうか。派手っすね。いやー、もらいましたね。はい、素晴らしい、ね、めっちゃいい。いただきました、いただきましたということでね。はい、ね、最初は4か7しかないというね。そうですね、さあ7、ね、連チャンしないとやべえ台だなってことなんですよね。連チャン ね、はい、ね、両手ね、はい、おにぎりはとりあえず熱そうって言っておけばいいと思ってるだろうってことね、まあでもあれですかね、どんだけ熱くても外れますしね、そうでもなくても当たりますから、そこは何とも言えないですよね、はい。伊勢崎の初日の、客付きはどうでしたかってことなんですか。あ、刑事の、はい、どうやったん。俺ちょっと、いや僕も途中で帰ったんで分かんないですけど、多分ずっと満台ですよね。多分、ね、そうもちろん、はいはい、僕あの10時ぐらいにちょっとあの中入ってあの見たんですけど、やっぱ他の台とかでも結構埋まってましたね。あの遅い時間だったんですけど、はい、やっぱ刑事ね、初日中でね、人気あるなって感じがしましたね。ね、はい、ネギ玉じゃない関西ってことね。あ、今日そうですかね、関西の方でね。何ネギ玉って。関西酒パワーのあの MC で、あのネギ玉くんっていうのがいるんですよね。あ、はい、あのメガネの、そうですね、はい、デッパのやつですか。メガネのデッパのやつです、はい、はいはい、もうそれだけで大体あの特徴はあの決まるやつなので、はい。あれ、先っちょどっか行った。あれ先っちょ、いいですか。あの、怒られるやつですか。先っちょがセイグッバイしてるんで、はい、あの後で探しておきますので大丈夫ですよ。先っちょがセイグッバイして、はい、あの先っちょがセイグッバイして、先っちょ先っちょって言われるやつですね。はい、パルコとさっき見てるからおにぎりマジで帰っていいよってことね。そういうわけにはね、行かないですからね。お疲れ様でした。いや、帰らない帰らない。MC がいないとね、やっぱりね、番組が盛り上がりませんから、ね。出遅れた、圧力こんばんは。なんだおにぎりか、元気してっかってね。ありがとうございます。元気しましたよ、ね、そちらはどうですか、ね。関西ネギ玉、関東おにぎり、今日は、キコちゃん大丈夫かってことなんですよね。いやいやいや、特に問題ないと思いますよ、ね。楽しいパチンコ配信ですからね。はい、関西見たけどおにぎりだからこっち見ろ、ね、ありがとうございます。3000円のコメントです。高いな、だいぶ高いな、3000円、ね、もうちょっとね、数多くしてもらっていいですか。あれでいいんでね、はい、はい、マイホはエヴァの方が、客ついてたよってことでね、はい、あ、そうなんですね。エヴァンゲリオンもね、まだまだ人気ですからね、コンテンツ的に。はい、この刑事普通に面白そうなら前作よりははるかにマシだわというね。ね、竜ですね。竜ありましたね、はい。僕も竜はちょっとだけ打ちましたかね、ライトミドルね。はい、肛門茶碗は、埋まってましたかっていう。肛門茶碗、肛門茶碗 は、ね、はい、なんか近隣の店長がうちに来てましたね。あ、そうなんですか、はい。近隣の店長が、はい、はい、分かる感じなんですね。分かりますね、喋りますし別に。ああ、あ、そうなんですか、はい、普通に。へえ、ね、はい、琉球なんてなかったんですよね、はい、ね、懐かしいってね、うさぎちゃんセイグッバイです、ね、そうなんですね、さっきも当ててよう知ってますね、当てますよ、うさぎちゃんセイグッバイって。これなんですか、うさぎちゃんセイグッバイ。あ、あれだよ、なんかその、はい、多分確か吉川ひなのの曲、はいはいはい、あ、うさぎちゃんセイグッバイって言った時に、はい、なんかダウンタウンのまっちゃんが多分、はい、先っちょが精一杯みたいなことを言ってはいはい、あれですかね、あのヘイヘイヘイかなんかですよね。そうそうそう、ね、先っちょが精一杯面白いですね。はい、刑事をラオウ立ちにして見てるやついっぱいいたわとラオウ立ちね、ラオウ立ち後ろでってことですかね。おにぎり最近面白いんで見てます、ありがとうございます。1万5000円ってことだね。いやもうこれで1万8000円ですからね。何がなんかバカ、今のあのコメントですね。
おにぎり最近面白いから見てますっていうね。ああ、はい、ああああああはみたいなね。あーはー、はい、ま、真似しなくていいですからあーはね、外人じゃないですからね。サゲパワ、放送は、1万5000発いくぞってことね。あ、他のチャンネルですかね。いやこれ熱いんちゃう。いやちょっとね、こちらもね、それに負けないようにね、もう万発とかね。熱いんちゃう、熱いんちゃうこれ。さあ、またリーチ来ましたよ。どうでしょうか、来るか。これ熱いんちゃう、はい、熱いっすね。あ、さあ、またね、チャンス来ましたよ。先っちょどっか行ったで。先っちょ、いや大丈夫ですよ。先っちょは後で、あの、僕があの探しておきますんでね。はい、食べたかな、間違えておそらく。いや、どんだけどんだけ腹減ってんの。先っちょってあれなんですけどね、マイクのカバーのことなんですけど、ね、はい、あのふわふわのね、そうそうそう、はい、はい、帽子なんですけど、絶対俺吸い込んだで、はい、これ多分興奮しすぎて、うん、あの一番最初の、あ、あの当たりの瞬間ぐらい、ね、あ、緑保留。お、緑保留、これはもらったかな、またね。来い、はい、ね、2時間かけて、伊勢崎行くからおにぎり焼肉ゴチしてよってことでね。いや、ちょうどねタイミング合えばねいいですけどね。はい、今やってる刑事放送でコメント全部読もう、読もうとしてくれるのはここだけだよってことでね、まあどうでしょうね。まあ多分来場者がね多かったりするんじゃないですかね。他のところもここも、頑張りますよ。ありがとうございます。頑張りましょう、ね、まあね、はい、刑事よりジューシーハニーが一パチに入ったことが嬉しいはい、でジューシーハニーが1パチに入ったことが、はい、嬉しいということで。あ、どうですか。え、でうちじゃないでしょ。違いますね、はい、別のところじゃない、すみません、これ当たんで、これ当たりましたね。はい、あ、来ました。ほんまどこ行った、いいけどね、はい、最近怖すぎてあった、アマとライズミドルしかね、めっけましたよ皆さんね。はい、先っちょ見つかりましたよ、ありがとうございます。これ、これですね、先っちょ、はい、さ、先っちょですね、はい。めっちゃ行くやん、ね、来ました、歌舞伎ごめん、すごい、ね、はい、おにぎりは最近も面白くないから見てますとかね。お、どういうことだ、ね、パルコの台はなんで鉢図柄 だけ白いんですかっていうね。鉢図柄白かったですか今。あ、そうなんですかね、ごめんなさいね、見てなかったですね、おにぎりは見たくありません。まあまあまあ言うな言うなね。おにぎりの同期はダウンタウンですか。いや僕まだ26ですからね、そこまで言ってませんよね。ね、パチパチパチってね、見事当たりということでね。すごい、はい、いや順調ですね、パルコ店長。そうっす ね、今年はいいんじゃないですか。まあね、ファンレターももらいましたし、配信でのね当たり具合もどん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 上がり調子で。そうですね、はい、で頑張ってほしいと思いますよ、ね、はい、関東は米を全部読もうとしなかったら終わりだなって。まあ終わりではないですけどね。まあでもね、あのなるべく全部ね拾っていきます。さあということでね、やりましょう、今入りました、はい、刑事の緑保留の信頼度上がったって本当ですかってことなんですかね。ああ、そうなんですか。どうでしょうね、まあ、先ほど通常時からのあれではまあ残念ながらね、あのさきさん外れちゃいましたけども、どうなんでしょうかね、まあ、それもね、あの残り時間で回しながらね、あの出てきたらちょっとチェックしてみたいですね。はい、流れ星の中衛と同期ってことなんですね。いや、それももっと 上じゃないですか多分ね、はい、おにぎり嫌いだったけど、見てるうちに好きになったよ、これからも頑張って放送してねと。ありがとうございます、ね、2万円ねって言われてます ね、やっぱりね、ありがとうございます。そうですね、やっぱね、まあ、なんか甘い話にはあのね、あの罠がありますね、やはり。そうですね、ね、でもあれですね、さっきさんなんかね、あのさっきさんの応援コメント今日あんま ないですね。今日ははい、お願いするの忘れた。あ、そうなんですか。ちょっとね、いや、ぜひね、皆さんね、はい、応援ね、コメントね、お願いしますよ。ちょっと今、地味に傷つくこと言われたんです。そうですね、仲良くはできないですね。いや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 、こういうね、仲いいからこそ言い合えるあれですからね、ちょっと一歩踏み込んだみたいなね。今日終わったら晩飯どこ行きます。何の話ですか今、コメントの話なんか、はい、こっちへ対する投げかけだと。あ、僕はあのさっきさん今あの投げかけましたけども。いや、やっぱ、はい、カレーラーメン行きます、ね、カレーラーメン、カレーラーメン行きますか。行きません。行きません。カレーラーメンの店にちょっと失礼なんでやめましょう。そんなことないでしょおにぎり持参で。そうそうそう、ちょっと待って待って持参とか関係ないですよね、はい、ジューシーハニー打つと下半身が大きくなるから打てないっていうね多少ね、あのムラムラするんですかね、ジューシーハニー ねセクシー女優さんいっぱいね、セクシー女優はね、はい、ね、パルコ様かっこいいってことだね。お、これはいいですかね。いいですね、はい、今の絶好調ですね。8万くらい払ってますから、ね、どん、はい、今のですか、はい、いやすごいですね。でも絶好調ね、割に合わない気もしますが、ね、あ、緑保留、お、緑保留、ね、
STG のミドル掘りはどうでしょうかね。はい、というね、パルコカットインしてってね、いや大事ですよ、当たればね、カットインしますからね、まだ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 これも当たったで、多分ね、2度もんとかね、入銀頑張ったねっていうね、どうせ当たるからさっきカットインしとこう、あもうね、先読み、はい、先読みカットイン、先読みカットインですね、先読みカットイン、さあこれはね、いけるんじゃないですか、だいぶ自信があるようでしたからね、ここ外したらちょっとどうかなとかもありますがね、はい、今回の刑事役もの3・3の戦国無双と似てるというとね、あ筐体的にってことですかね、おにぎりの同期はタモリですかというのとかね、大腰ですよあちらね、さあどうでしょうかパルコ店長ね、さっきカットインあったですね、ガロン、さあどうでしょうか、めっちゃ当たったかな、はい、すごい当たるでもね、このことね、もう見事ね、先告知ありましたからね、当たりという、はい、八図柄今回ちょいやつだからということね、あなるほど、だからちょっとね色が違うんでしょうか、ね、はい、ST 中の保留変化で当たると16ラウンド確定とかありますかってことなんですかね、ではそんなことないんちゃいますか、ないですかね、今、はい、今違いましたしね、はい、そうですよ、まさかの26歳かよおにぎり、そうですよ、おにぎりかわいい、ありがとうございますね、おにぎり嫌いだったけどもっと嫌いになったよ、10万年なんで上げてもらわないとね困りますからね、さっき当たりはよってね、はい頑張りますよ、ね、はい、おにぎり今日圧力は何してるのってことね、いやパチンコ打ってるんじゃないですか圧力さんね、さっき頑張ってって、うわ嬉しいな、さっき明日いるのってね、お明日は残念ながら、はい、自宅にいます、あ本当ですか、じゃあ高級いただいております、じゃあ明日ぜひね皆さんね、さっきさん の自宅の方にね行ってみてください、そうですね、待ってます、ね、待ってますからね、はい、腹減ってきたってことだね、はい、もうね、お腹減りましたね、はい、で今日ね、もうカレーラーメンですよ、決定ですよね、これ、ね、一人で行きます、あれ一人で行きます、あじゃあのついていきます、後ろからね、終わりまージューシー辛いよねってことですね、はい、おにぎり見たくないけど、パルコがいるから見てますってことだね、さすが、人気ですね、パルコ店長 ね、もう今やね、伊勢崎の顔、ね、そうですね、そうですね、まあ、近々ちょっと宗教でも始めようかなと、はい、なるほど、はい、これを契機にということでいろいろ前後展開、あお赤い熱いんちゃう、わわわわ保留入りましたね、それ何保留か、赤保留か、これ SD 苦手なんや今日ね、いやだいぶ順調ですよこれね、ガラですもんね、これも当たるでも、はい、ガラの ST より期待できそうということでね、はい、おにぎりストーカーですかってことでね、いや違いますよ、さっきさんとはねもうそういう仲なんで、ね、なんか蝶々飛んでんで、蝶々蝶々レインボーみたいな、蝶々の演出としては熱いんじゃないですかね、か先ほどね、蝶、まあ、柄ってありましたからね、虎柄や、あ、虎柄保留ですね、さっきの、さあどうでしょうか、これね、めっちゃおもろそうってことね、いやでも、はいはい、あ、はい、いやいいだけでしたけどね、クイック、ね、クイックな感じでね、カットインがもう当たりすぎるからカットイン雑になってくる、はい、クイックパルコということでね、ありがとうございます、はい、おにぎりは横須賀行かないのってことなんですかね、あ横須賀ちょっとね、なんかあのお呼ばれしてるとかしてないって話があるんでね、はい、まあ、2月ぐらいにね、あの行ければ行きたいと思います、ね、緑ということでね、外したらどうする、当たりますよ、ね、おにぎりの一人飯の、予定は興味ない、いや違いますよ、みんなで行くんですよ、ね、はい、パルコ店長に負けないようにさっき頑張れ、パーラメント、ワンカートンねってことだね、パーラメントね、物品式とかですね、緑ですね、さっきカットイン、ケージ簡単やなってことだね、いやだいぶ当たりって、もう連チャンがもうね止まんないですね今のところね、しかも結構サクサク当たりますからね、すごい早いです ね、今ちなみに何連目ですか、店長6連目です、6連目早いですね、はい、でね、ちょうど今ね、はい、1時になりました、じゃあ終了しますか、いや、どうせ、ね、さっきさんもね、いや俺の顔見られますか、1時間で終わったらね、ね、怒られちゃいますから僕も、ね、刑事簡単ってことでね、パルコカットは確定だもんなってことでね、もうほぼ確定ですね、外したことないですからね、パルコカットいいんで、はい、ST 緑でも全然当たるなってことでね、そうですね、もうなんでほぼほぼ当たってるみたいなイメージですよね、はい、液晶の動きすごいなって、そうですね、上下から降りてて、さらにね、あの斜めになったりしますからね、なんかすぐ壊れそうですね、これね間違いないです、ちょっとお店としては心配かなっていう感じですかね、そうですね、最近もすぐ壊れる台ばっかですからね、あ、本当ですか、ちょっとね、ぜひね、もっと丈夫なやつをね、はい、各メーカーの方ね、頑張って作ってください、
はい、おにぎりは私の弟ですよね、あれ。え、ほんまに？いや、僕長男なんですけどね、いや、ちょっとね、お姉ちゃんがいらっしゃるということでね、ありがとうございますけどね、僕夢だったんですよ、お姉ちゃんね。それはなんでなんですか？でもなんかお姉ちゃんって良くないですか？僕長男なんて思うんですけど、なんか可愛いお姉ちゃんがいて、で、なんか風呂は、あ、違うわ、リビングにいたら、いや、違う。リビングにいたらガッて来て、ちょっとあんた早くお風呂入んなよみたいな番シーン。やばいわ。いやこの MC 相当やばいわ。いや全然、いや憧れですから。なるほどね。さきさん兄弟は？僕は上兄貴が2人ですね。はい。でもないですか、逆になんかお姉ちゃん欲しいなとか、弟妹欲しいなとか。あ、弟とか妹は欲しかったですね。あ、ですか。じゃあ、ちなみにどういうワンシーンを想像して？いや、ワンシーンというよりやっぱ下がね、やっぱ可愛いじゃないですか。あ、はいはい。なんか買ってあげたりしたかったんですよね。あ、なるほど。じゃあなんかね、お兄ちゃんが買ってあげようかなって。そう、なるほどね。そういうのやりたかったとね。まあ、僕も危ないですね。買ってあげたいというね。あれ、パルコ店長はご兄弟は？僕はだから姉が千葉に住んでます、はい。あ、お姉さんがいらっしゃるということで、はい。じゃあ逆に兄貴欲しかったなとか、下欲しかったなとかは あったんですか、昔？いや、別にないですね。あ、特に別にそういうのないですか、はい。でもなんか上にお姉さんいるとなんか なんですかね、女性慣れするって言いません？いや、僕すごい苦手ですよ、はい、ね、さっき。確かに特にそういうわけでもないということですかね。全然そんなことないです。関係ないですかね、はい、やっぱりね。いや、僕人見知りなんでね、はい。まあ、そうですね、基本的に人見知りということでね、はい、はい。おむすびどうした、米さばきうまくなってんじゃんとかね、ありがとうございますね、5000円とかね、はい。パルコセクシーだね、おったったよってことね、はい。トラ柄やんでね、さっきはよとかね、めっちゃ面白そう、さっきもっと回さないと当たらないよと。すいません、頑張りますよ、ね、頑張りますからね。青堀来ましたからね、はい。お言ったらね、激アツの青堀、そうですね、激アツな青堀、はい、激アツな青堀、まあね、普通の保留からもね、なんか結構それっぽい演出に発展してますからね、さっきから。なんか赤いが結構頻繁に出ますね。はい、これね、チャンスですよね。さあ、でっかいボタンね、来ましたよ。あ、緑に変わりましたよ、青から。保留変化で緑に行きました。はい、ね、やりましたよ、これ。さあ、これチャンスあるんじゃないですか。長押しって書いてある。ね、行きますかね。役物邪魔だなってことね、早いってね、クイックカットイン、ね。あ、あった。あ、綺麗。はい、でもね、レインボーレット当たりーとね、いや、順調、ね、達成ってことね。めっちゃ当たるやん。すごい。はい、こんな当たった、パチンコでこんな当たった、初めてやる、ね。すごいですね、今日。さすがね、今年絶好調のね、はいみたいなね。もうな、もうなんか本当ベテランの師匠みたいなね、はいみたいなんでね。素晴らしいね。QPK、クイックパルコカットインって、ありがとうございますね。QPK。QPK。ちょっと気に入ってるやないか。だいぶ。いただきます。いただきますね。今の僕が考えたことになってる。あれ？出た。大丈夫ですかね、つなげてね。横須賀市でタイキックされるらしいよってことね。あ、それしかないんですかね、僕にね。これはガンダムより上は間違いないなってことね。まあ、ガンダムもね、もうすぐ出るということなんですよね。フェイスオブパルコってね。パルコ実際打ってみて面白いですかと。なあ、はい、そうね、うん。面白いですね。面白いですね。はい。はい、はい、今日5万発出しました。ST さえ入れば爆発力やばいですってね。本当にまあ今ね、ちょ本当に間近でね、それ見てますから、だいぶですよね。はい、ガンダム、親分からスペック聞いたけど、よく分かんなかったってことね。ガンダムのスペックですか。なんか ライトミドルでしたっけ ?199 分ぐらいで、それ当たった上でもう一度その確率当てることができたら、3回当たりストックっていう感じになってるって話ですよね。さっきは、吉本打とうって。行ってきていいっすか。いや大丈夫ですよ、刑事でね。パルコ店長1万発超えましたよ。あ、本当ですか。早いですね。30分経たないぐらいですかね。そうですね。20分ぐらいですか。早い、ね、早く1パスでね、だいぶ加速ですね、こちら、ね。パルコカットイン微妙に癖になるってことね。さっき吉村打ってくれってことね。吉村、あれですね、吉本タウンですね。吉本タウンね、はい、ね、違うわっていうね、今回はね、え、違うわ。はい、この台のボーダー どれぐらいですか。かなり甘いんですかと。そう、どうなの。多分結構辛めだったと思いますけどね。辛め、はい、はい、
はい、さっきキャットインは当たりますか？はい、次ね、はい、出しますんでキャットインですか。そうですね、ぜひ当てますよ、お願いします、ね、あんまもう時間ないですねあと1時間ぐらいですかね。1時間ぐらいですね、はい、お待ちください。はい、長男で、長男でこのだらしなさはやばいだろういやまあね、世の中 いろんな長男いますからね、はい、みんな違ってみんないいけどね、 お願いしますよ、ね、10日で 17.9 というね、ドン引きの爪楊枝握りというね、しませんよ僕はね、今気候な伊勢崎、パチ番組出てるというね、どうですかね、うん、俺があったか、一発告知の何が一発なのかが分からなかったと、ね、はい、姉二人いるけど地獄だよってことね。あ、そうですか、やっぱ実際ねえ、やっぱいるのと傍から見るのは違うんですかね。どのぐらい地獄かちょっとね、教えてほしいですね、プレミアが出やすいでね、パルコセクシーカットインでね、メスパルコってね、はい、おにぎり、早く帰りなさい母よりって言うとね、いやいやまだ帰んないよお母さんもね、仕事中だからね、人見知りはキャバクラ行かないよ今井さんって言われますね。今井さん絶対知り合いやんいやもう行ってないですよ、そのプロなんでね、キャバクラの方は喋ってくれるじゃないですか。あ、はいはい、まあそうですよね、あっちがリードしてくれたりね、 あるんでだからちょっとだからまたね、素人とかね、普通の人とは違うかもしれない、ね、スタッフ、はい、なんか女性スタッフと食事行ったりするじゃないですか、はい、4人とかで、はい、行っても僕喋んないですからねほとんどあ、ほとんどそんな喋んないですか、はい、何喋ったらいいか分かんないです。ああ、ね、あでもね、そんな店長にも春が来そうだということでね、ここからいいんじゃないですか。はい、カットインが雑ってことね、ST 中の長押しエンスは 80% だけがあった、そんなあるんですね、パルコまたカットインしてってことで ね、はい、もう当たればすぐね、ちょちょいって感じで、ね、来ますからね、はい、パルコ店長さっき一筋だもんねってことね、ついにパルコ店長無言になりましたね。そうですね、違うんですかね、もう疲れてきたんですかね。そうですかね、当たりすぎたんですかね。そうですね、はい、パルコで抜いたってことね、お、いいですね、うわーマジか、だいぶつわものですねこれね。そうですね、すごいですね、満発おめでとうってことね、ありがとうございます。龍よりは上かなってね、さあ、そうですね、吉本とね、刑事どっちが面白いですかっていうことなんですかね、どうなんでしょう、ギリギリですかね、どちらの方が面白いですか、 お二人、あの吉本タウンと刑事、刑事です、はい、刑事ですね、ダントツ刑事ですか今のところ、ね、花刑事花刑事、めっちゃいい声でね、めっちゃいい声で花刑事ですね、いただきましたよ、ね、違うわってことね、はい、今来たよ、さっきこっち向いてってね、どっちですか、こっちですね、はい、あいですね、あいですね、もう素敵な笑顔、ありがとうございます。当たらないっす、当たらないですか、いや大丈夫ですよ、ね、自分信じてください、場所変わる、場所、はい、いやいやいやね、何ですか今もう何でも当たりそうな感じなんですか、うん、なんか体感としてはせやね、あ絶好調ですね、せやね、いただきましたね本日もね、はい、それはここで聞いても答えられないよ多分ね、とかだけど、そうですね、はい、和子これが噂の新刑事ですかってことね、そうですね、はい、そうです、新花の刑事ね、マックスタイプとなっております。はい、キャバクラは1回、いくらぐらいですかっていうね、キャバクラの単価ね、さあ、はい、当たりってことね、来ましたよ、はい、というね、パルコ店長、はい、すごいすね、キャバクラは1回どんぐらいするんですかっていうお話ですけど、まあ、ピンキリでしょう、あピンキリですか、はい、パルコ店長がよく行くところはいや、よく行ってない、あよく行ってないですか、今までいっちゃん1日で使ったの、いやもうエグいからやめよう、えあれちょっとそれ聞きたいですね、じゃあ後でまた教えてもらって、はい、個人的にね、あそうなんですか、はい、あーどうぞ、ホームページ載せておきますいやそれだったらここで言った方がいいんじゃないですか、ね、いやいやホームページ載せておきます、あホームページ載せておきます、朝のメールとかで、朝のメールとかで発表します、なるほど、はい、ね、下の方にね多分書いてあると思うんで、ね、小さく小さくねぜひチェックしてみてくださいね、はい、今パチファンで及川奈緒が伊勢崎の金色で全回転出したよと、ああなるほど、ありましたね、前の放送とかですね、こちら、いや及川奈緒さんいらっしゃったけどね、さあまたね V 加速尾崎奈々さんと ね大事なんですよ、ね、はい、1円でね、1000発1000円850だよとね、パルコーって感じですね、もう来ましたね、いやもう宗教これ待ったらしいですね、はい、今ので5万円ですか、今ので5万円、今ので5万円、いやすごいですね、
なんかだいぶボロい商売ですね。天運チャンス。ね、このあれ、あれっぽいやつ。ボリューレン的なやつなんですかね。いやなんすかね。さあどうでしょうね。さっき緑ってことね。緑ボリュー。さあどうでしょう、さっきさんね。長押しするちょっと弱いですか。あ、震えた。震えたで。あ、ブルブルします。震えてるで。さあ来てます、来てます。どうでしょう。震えたら当たりやるだって。はい、ああ来ました。いやめっちゃ当たるやん。めっちゃああパルコ買ってんけど、はい、パルコ買ってんはいってことね。今のは何をイメージした感じですか。いや、めっちゃイメージ安入院な感じでしたけど、安入院、はいね、薬物動きました、ね、この台ちょろすぎってことね。いやもう止まんないですね。すごい、8連目ということでね。はい、おにぎりのネタ、吉本タウンとどっちが面白いですかってことね、まあ、吉本タウンね、あれですよね、うるさいんであんまり面白いどうとかないですよね、あれね、超簡単ってことでね、はい、ボタンの赤い、ボタン赤いとやっぱ、厚めだなと、そうだね、まあ、さっきからね、でっかいね、赤ボタンで大体ね、当たってますので、ね、はい、超余裕ってことね、今井さん、はよって来てますね。何を今井さん、はよってことでね、これ何ですかね、キャバクラのあれですかね、乳銀の犬の圧力もこれなら納得だなってことね、はい、やーっちゃん今多分ね、喜んでると思いますよ、ね、満面の笑みでね、はい、企画得、ね、この台ちょろすぎってことでね、ありがとうございます、ね、ごめんなさいね、さっきのね、あのガンダムのスペックがちょっと違ったってことですね、すいません、知ってるね、人いましたらぜひね、教えてください。パルコ教信者が増えてますかね、教祖様。間違いなく増えてるでしょうね、教祖様ね、教祖様ちょっとね、教祖様ちょっと今ね対応中です、対応中なんですいませんね、今ね、更新してますから今、はい、パルコ店長こんばんは、休憩に入ったので今から見させていただきますと。休憩、まあ、多分この方が多分お仕事の休憩中ってことじゃないですかね。いや多分中継ぎの方ちゃう、中継ぎの方中継ぎの方ちゃうの。なるほど、一時の中継ぎですか。何の休憩なん、どうですかね、何の休憩なんですかね、全く分かんないですね、はい、お仕事休憩中ってことですね、休憩モードです、はい、休憩モード突入ですかね、はい、1回 ST 入れば神台っていうね、やっぱそうなんですかね、すごいっすね、でも荒いんすかね、入るまでがやはり、まあ、鬼門というかかなりね難しいんじゃないでしょうかというところですね、はい、ST 入れば、夢があるねということでね、今のところそんな感じですね、はい、パルコカットインがルーティン化してるということでね、ルーティン化、ルーティン化してるということでね、いやぜひねもうね一級入魂でねお願いしたいですね、はい、吉本って面白いのってことなんですが、どうでしたか、まあ先々週ですか、お二人、打ったと思いますが、僕は打ってないんで、あ、そうですか、ぜひね、打ってない方から打ってみてほしいですけどね。まあね、一回はね、まあ、打ってみるのももしかしたらいいんじゃないかっていう ね、ありますよね、はい、はい、ごめんなさい、どこだ、通常あたりってね、通常あたりは、時短つくんですかってことなのね、あ、通常あたりは時短100回ですかね、ST で120ね、はい、そんな僕は今日 ST カレーにスルーしましたけどねってね、まあまあ中にはね、中にはそういうのもねありますよね、はい、吉本の RTC は6月まで予定あるんだっけか、今月撤去だめってことなんですかね、いやどうなんでしょうかね、撤去予定ね、場所によってはあるかなって感じでしょうかね、熱いのはでっかい赤いボタンじゃなくて、あ、三角のボタンの時やってことね、ありがとうございます、ね、ST 突入率 65% だからなってね、55% にしては突入率が良かった気がすると、ね、ありがとう、おにぎり米遅すぎ知識なすぎて当てんだな、すみませんね、はい、多分ねご自分で調べた方が早いですよ、ね、うちのホールは出てた台はすごかったけど、一島10台中8台が700-900ハマリで、タンで死に島であって怖かったと、なるほどね、まあ、ハマるとねやっぱりマックスなんだね、はい、うん、結構ね行くとこまで行っちゃうかなって気がしますよね、 それはね、はい、刑事の爆発力は初代ガロを除けば現役最高と、あ、そうなんですか、なかなかの呼び声ですね、現役最高っていうね、
ですね。パルコは胸毛生えてるのってことなんですよね。胸毛、ええ、ああ僕毛薄いんですよ。あ、本当ですか。はい、全然生えてないですか。じゃあ生えてないです。あれサッキーさんは胸毛は。僕も生えてないんですよね。あ、本当ですか。全体的にじゃあ毛はあれですか、お二人とも薄めですか。薄めですね。あ、いいですね。僕結構あの毛深いんですよ。聞いてないですよ。本当に。で最近あの背投げが生えてきたんですよ。めっちゃ喋るやん。背投げが本当にもう一回 T 字で剃ったらえらい濃くなっちゃって今ね困ってるんですよね。すいませんね。はい、おにぎり今日も気をつけて帰ってくるのよ姉よりとね。 ありがとうお姉ちゃんね、待ってて、迎え来てね伊勢崎まで、はい、あずけんはってことなんですかね。はい、ちょっとね本日ねあずけんさんはちょっとね、はい、いらっしゃいませんね。そうですね、はい、たまにいらっしゃいますけどね。はい、頭の毛はってことなんですかね。誰ですか。まあ、全体的にってことですか。この3人はってことですかね。いやでも特に薄くはないですね、この3人は。はい、至って標準です。標準、ね、はい、スペックはいいよな、スペックはってことですね。はい、お初こんばんはってことですね。はい、こんばんは。本日はね CR 新花の刑事、ね、マックスタイプを打っております、ね。はい、おにぎり背投げとか、気持ち悪いから帰れと、ね、やっぱ言われたでしょ。やっぱ言われますかね。いやでもちょっとねあの悩みなんでね、ちょっと皆さんとね共有しようかなと思って。俺もいるよっていう人がねいるかもしれないじゃないですか。塞ぎ込んでる人ね、そんな人を僕はね応援したいですね。ねさきさん、いやおにぎりさんの応援は多分いらないです。あ、いらないですかね。あら、さきさんもいらないと思ってらっしゃる。そうですね、まあ、今年はもうおにぎりさんにすごい冷たくしていこうと。あれだって去年も大してそんな長い時間なかったのに今年がっつり12ヶ月ですかちょっとそれバランス悪くないですか。フルでね。あ、フルでいきますか。わかりました。ちょっとねどうにかね、はい、こっちに振り向かせたいと思います、ね。スペックだけは良かった機種はいっぱいあるんやでとかね、スペックだけはいいよなとかね。はい、下の毛はってことなんですね。まあまあ下の毛もね多分それなりですよ、この皆さんね。パルコケツ毛はってますね。ケツ毛はどうですかって言いますよ。見せましょうか、はい、見せましょうか今から。あ、いいですか。ケツ毛、ケツ毛カットイン、ケツ毛カットイン、ケツ毛カットイン、最悪やもんねえ、ちょっとさすがにね配信なんでそこはね、はい、エステイだと継続率なんと関係ないぞってこと確かに、ね、はい、ごめんなさい、パルコ店長は今何連中ですかっていうね。何連。いや今9ですか、ね、今9連中、ね、でも終わりそうや、なんかそうこう言うてる間に。あれあれ、時短があと、あ、失礼、エステイだと13回あ、ここで終わってしまうんでしょうか、どうでしょうかね。はい、皆さん刑事で一番好きなエピソードを教えてくださいって、ね、あ、緑掘りになった。これギリギリ間に合う感じですかね。これでさあどうでしょうか。あ、もう当たんちゃう、はい、当たった、またあ、さあこれ、あ、金、うわ金や、金だ、これまたもらね、続くかまだ、あれあれ開いたら熱かったってなんちゃってるんですかね、あれ。さあどうでしょうか、ないからね、おらんわってことね。はい、みな、おにぎりさんの、背投げはノリってことね。ノリではないです。ノリ、ね、ノリじゃないです。普通のやつですからね。ほら吹いたってことね。いやちょっとね、今当たんなかったですね。はい、当たりました。はい、来たーってことね。ダリー、はい、ということね。パルコカットインからの、あ、ちょ、チラミ、チラミ。チラミが。チラミね。ねえ、チラミカットイン。そうですね、まだ、あの好きな女の子でもね多分いたんでしょうね、奥の方に。はい、おにぎりそれは背投げじゃなくて、ギャランドゥじゃねえってね。背中の毛ギャランドゥって言います。お腹の毛ですよね。そうっすね、そうですね、素晴らしい、素晴らしいなとかね、顔汚ねえなって言います悪口や、悪口ですね、すいませんね、悪口は NG でお願いしますよね。はい、あのパルコ店長、あの刑事で、まあ、あの一番好きな エピソードとか ありますかってことなんですか。エピソード、はい、まあ、原作ですかね。あ、まあ、僕はあのあれですよ、はい、桜の下りのね、あの笑ったら当たりゲストみたいなのあるじゃないですか。ああ、松、そう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 、なんやろうな、覚えてへんけど全然分からへんちょっとね、何が好きとかはないけど、はい、あ、はい、そうですね、すみません覚えてないけどね。
はい、何おにぎりホモなの？いや違いますよ、ホモではないですね。彼女の、背中の毛とか、割と目立つから剃ってほしいけど言えないってことだね。あなるほどね、彼女に入ったらそうですね、なかなか言えないですよね。まあ、バレないようにね、多分ね、あのお風呂入ってあの剃っちゃったらいいんじゃないですか、ね。おにぎり友達いるんですかってね、いますよ。これね、あの画面向かって左側のね、あのサッキーさんが本当に出たー、もういつもよくしてくれるんですよ、本当に巻き添いや巻き添い。おにぎりさん、今日は頑張りましょうね。おにぎりさん、今度ね、あの富士急行きましょうよとかね。富士急、ピンポイントで来るんですよ、すごいね、ありがたいですよね。はい、はい休憩は、夜勤だからです。あ、先ほどのね、休憩中に見てますっていう方、あーそうなんですね、方ですね。はい、女は背投げを脱毛、行くべきですよね。ニートだけど朝一並びに、うち行くわってことね。ぜひぜひね、別にね、ニートとか関係ないですからね、ぜひね、遊びに来てくださいね。ラストチャンスとね、俺もニート並ぶわってことね。いや別にね、募集はしてないですからね、皆さんね。はい、ね、顔汚いね、当たったじゃねえかってね。パルコ、肌荒れてんなってことでね。荒れてますか？全然荒れてないですけどね。いや普通に汚いだけですよ。綺麗な持ち肌ですよって、ね、誰が持ち肌？ね、意外とね、色白ですからね、パルコでね。そうなんですよね。そうですね。はい、パルコ、パルコさっき寝てるやん。ああ、起きてくださいね。ましたすみませんね、ちょっとお願いしますよ、まだね、配信中ですから。パルコカットイン、ウィズチラミということでね。そうですよ。服部の格変で350ハマって以来、ST は怖いと。ね、顔もそれよ、ということでね。はい、今のうちに、モンスターハンター、刑事半分ぐらいしか埋まってなかったから、並ばなくてもいけるな、ということでね。原作見てないなとかね、まあまあね、最近読んだわけじゃないんでね、まああんまりね、覚えてないというのもあるじゃないですか。STG の確率は120分の64だっけとかね、数字見ると超簡単そうとかなんですよね、どうなんでしょうね、これ。まあでもね、レンチャンしてますからね、確実に。関西は1万6000発出してると。いやもう、パルコ店長、もうすぐですよ。14910。あ、もうこちらもね、もう負けず劣らずでね、順調にね、伸ばしておりますよ。結構やっぱ爆裂期なんですね、ケージは。そうですね、ちょうど今この あの2画面が本当対比みたいになってますからね。いい感じでね、ぜひね、サッキーさんも頑張ってほしいですね。やばいっすね、気合いで、はい。もう残りあと、ね、そうですね、30分ちょいぐらいですからね。ちょっとね、いいとこぜひね、やっぱ当てたいっすね。ね、やっぱサッキーファンもね、見てますから。ないですね、ぜひね、ファンのためにね、頑張ってほしいですよ。とりあえず頑張ります。はい、お願いします、はい。緑で当たってくれると嬉しいなということでね。緑でね、緑で当たってくれると嬉しいですね、確かにね。こうやってあ、何これ、何今の、何今の、あ、なんか夜になったで、ししたね、はい、夜になったで、なんか入ってきました。なんだこれ、夜刑事ですか、夜刑、夜刑ね、バサラとかはね、あったりしますけどね、こちらはどうなんでしょうね。何にもないです、何もないですかね。残り50回転で夜になるんですか。残り50回転で夜ね、もしかしたら降格かなみたいなね。はい、こうやってストーカーは出来上がっていくのか、おにぎりは怖いなってことでね。いやいや、そんなことないですよね、ストーカーじゃないですね、思いを寄せてるだけですね。はい、クイック、それ QPCKK、ね、クイックパルコカットイン、顔汚いってことね。悪口やめてくださいね。ややこしい、ね、KK ってね、いや1個でいいんだけどね。顔汚い、顔汚いですね。はい、パルコ店長なら3万発は出してない。冷静に、いやいや、ね、冷静に、意外とすいませんね、ナイーブなんでね、皆さんね、ひどない、あまりね、鋭利なね、鋭利なコメントはね、はい、ちょっとね、まあ、控えてというかね、もうちょっと柔らかくね、言ってくださいね。心のトゲが抜けないよ。なんすか、道徳みたいな、道徳の心のトゲが抜けないよ。ね、下目はちょっと足りてない感じですけどね。サキさん、まだですかと。申し訳、ま、ないまで言ってるんだね。申し訳、ね、ないってことね、はい。ST 中の保留は赤以上あるんですかってことなんですが、 ST 中は赤以上ありましたか。トラ柄はさっき出ましたっけ、パルコ店長の赤じゃないですか。赤ですかね、 ST 中の最高は 赤、ね、赤だそうですね。はい、筋トラ保留とかあるってことね。あ、筋トラ保留ってのがあるんだね。はい、今井さん、最近あれなんか、あつにちゃん、これ、いや、
青堀湯です。青堀湯から今井さんがどうかしました、はい、今井さん最近の、はい、最近のみに付き合ってくれないって言うんだね。誰ですか、誰ですか、誰だ、誰でしょうね、こちらね、知ってる方でしょうかね。ぜひね、正体を表してほしいですよ、はい、誰やろ、ね、今回刑事はスマホ2台ついてるからだいぶ回収されそうってことだね。あ、あれですかね、修理とかね、あれが多そうって感じですかね。ホーサングスってね、あ、蝶保留あるよ、蝶柄保留があるよってことだね。さっき当ててやってね。あ、もう終わるで、はい、あれ言ってる間に、あ、これでこっち当たったらいいもんな。おさあ、さっきさん、ここで来るか、青堀湯からの、はい、お願いしますよ。おっとおっとおっと、どっこい、これなんだ。いや、でもあれじゃないですか、はい、いつものいつものあれ行くんじゃないですか。いつもの、何もなかったいつも何もなかった、終わりました。あ、それでパルコ店長も終了と、10勝して終わりました。10勝なのね、10連ということでね、おめでとうございます、ね、はい、CP、いやもうこれ野球やったら新人を取れてますからね。間違いない。そうですね、確かに10勝できればね、なかなかですからね。はい、CPCE クイックパルコカットイン、絵面が悪い、絵面が悪い、いただきました、絵面が悪い、はい、ね、パルコの顔の、コメント入ってないからおにぎりが勝手に悪口言ってるだけで、いや違いますから、違いますよ、そんなわけないでしょ、そんなことしませんよ、僕は自演みたいなことは。私物化してますね。私物化してませんよ、貴重なチャンネルですからね、おにぎりチャンネルじゃないですから。いや絶対いらないでしょ、おにぎりチャンネルおにぎりチャンネルね、チャンスがあればね、始めようと思いますよ。あ、なにこれ、熱くないか、ほんま最好きってね、はい、試すか。さあどうでしょうか、なんか熱そうな演出ではありますがね、OKK、おにぎり来るなら帰るとね。あ、ちゃうわ、これストーリー進んでったら、はい、まあ、熱いって感じですかね、せいですかね、そういうことです ね、問題児さっきってことね、ついに問題児、問題児扱いです ね、もうね、でもね、本当はすごいね、いい子なんですよ、ね、すごいいい子も、すみませんね、やめて、もう噛んじゃいましたけどね、今回の刑事、天井から顔は出てくるらしいねっていうね、まあそうなんですよ、いや、まあ、今のところ出るようなスペースは、ね、顔出るんですけど、台の裏に出る仕様になってる。あ、そうなんですか、誰が分かるんですか。お客さんが見ることはないです。あ、なるほど、はい、一応そういう仕様になってる。そうです、そういう仕様です。なるほどね、ちょっとニューギーさんどうしたんですかね、そこだけ。さっき寝そう、さっき泣いてるやん、眠すぎて。あれ大丈夫ですか、完全に泣いてるやん。いや、すみません、ちょっとね、僕はちょっとあまりあの話触れてないんで、ごめんなさい、さっきちゃん。おにぎりさんがこう、はい、みんなにね、はい、応援されてるのが嬉しくて、ちょっと泣いてる。いやいやいや、すみません。絶対前者でしょ、理由は前者でしょね、ちょっと気をつけましょうね。はい、もうなんかずっと顔を映しといたらもう、あ、なるほどね、一緒、そんなことさせねえぐらいの感じで、ね、まあでもね、僕が出てなかった時は最後まですごい元気でした。あ、そうですね、ありましたけど、終始笑ってましたね、楽しいね、楽しいねって言ってましたね。やめてやめて、ね、本当に、いや、あんな顔するんだなと思ってね、みんなでね、ギクシャクするんで ね、はい、ね、気になる方は見てください。あ、そうです ね、 ね、はい、あの年末の配信をぜひね見てくださいですね、はい、明日当てたいので、ね、パルコ店長パワーください。え、なんて、あの明日刑事あの当てたいのでパルコ店長パワーをくださいと。パワーをください、はい、いった、あ、ごめん、はい、ずれた、はい、大丈夫です、そこで一旦振り込んでもらいます、はい、いったん、なるほど、だから振り込み確認してからってことですね、振り込みチャンス。なるほどね、新手の詐欺ですよ皆さんね、振り込みチャンスがないですからね、気をつけましょうね、はい、画面ブラックアウトの発展は ST 中最強演出ね。え、俺外れたで、あら最強演出、うん、まあ、まあ、あくまで最強演出なんですね、まあ、ね、はい、ほこたてですよ、はい、ね、どうなんだってことね、パルコ神社に気をつけてってことね、MC が悪い、もっと盛り上げろ、すいませんね、チェリキチ、金色壁ドン14連を見た翌日に金色で14連、なるほど、あれ面白かったですね、まあ、おにぎりさんは見てないと思いますけど、すいませんね水曜日ですか、はい、あれ木曜日ですか、あ、石田店長がおにぎりさんに会いたいって言うてましたから、あ、はい、石田店長というか純ちゃん、はい、僕もちょっとなんかあのあっちゃんからあのそういう話あるよって言われますけどね、はい、まあ、ちょっとね機会があるけどね、まあ、あの2月ぐらいに行ければいいかなと思っておりますね、はい、まあ、でも蹴られるらしいんで僕、え、どういうこと、いや、なんかタイキックが待ってるよっていうのが、いいあの方々から来るんで、その時僕も行きますわ、あ、本当ですか、はい、あ、ぜひじゃあちょっとね
アトロクさんとあの話して、はい、タイキックだけしに何ですか？タイキックだけして帰ります。パルボテンちゃんもタイキック しに来るんですか？はい。あ、本当ですか。じゃあ別に今日でもいいんじゃないですか。やります。いつだけ一発、一発していいんですか？まあ、どういう理由か分かんないですけども、ちょっとあの道筋立てて、ね、僕今ちょっとデリケートの時期なんでタイキックができないんで。あ、そうなんですか。心配とかにしときます。ねえ、あのね、生まれたてのセミぐらいになってますね。はい、抜きすぎると、抜きすぎると肌荒れるよということでね、さっき当たらなかったらパルコの熱い抱擁だよということでね。いやー、ちょっとまずい。これワンチャンありますね。今日は何時まで出てますね。今日は一応ね、あの2時を予定しております。いつもですね。ちょ、はい、もうさっき本番寝そうなんで、やばい、当てないよね、これね。立ったらもう、立った方がいいよ。立ったらちょっと見えなくなっちゃうんだよね。立った方がいい。はいですか、ね。はい、今井さん最近お店来てくれないね。いや、だからその今井さんって誰なん、誰なんだから。瞳寂しいって聞きました。瞳寂しい。ちょっと瞳、瞳、真剣に考えるんで。ガチじゃないもん、ね、ちょっと待ってみたいに ね、なってますからね。ちょっと瞳さんって方は僕、はい、存じ上げないですね。あー、ちょっとね、すいません、覚えてないらしいです、すいませんね。いっぱいいたと、ね、今あの私が、まあ、たまにしかキャバクラ行かないですけど、はい、まあ、唯一連絡取ってるのは、はい、ななこです。ななこ、ななこちゃんです。あ、ななこちゃんだそうです、はい、すいませんね。めっちゃ可愛いですよ、ね。あ、本当ですか？ねえ、さっきあれはすごい綺麗な方でした。めっちゃ可愛いんですよ。さっきさんも一緒に行ったんですか？いやいや、写真を見せていただきました。あ、本当ですか？何歳ぐらいの子なんですか？どうなんすか何歳やろ。いや、ちょっと24とか、ね。あの見た目は芸能人とかで言うと誰に似てますか？芸能人？はい、まあ、なんか特徴というか何やろ、分からんけど綺麗系な人でしたよね。綺麗、すごい、なんかね、鼻から下が可愛くて目から上が綺麗。まあまあ美人の条件ですか、そこは。僕の中の美人の条件。ああ、なるほど、はい。じゃあまあ結構普通に誰が見ても美人だなって感じな。多分。あ、本当ですか。誰が見ても可愛いっていうことなんですよね。な、奈々子ちゃんでしたっけ。はい、奈々子ちゃん、奈々子ちゃん ね、お願いしますね。鬼武者も 85% でしたっけってことなんですよね。継続率ですかね。まあ、でも大体そのぐらい結構ね、高めですよね。はい、いや、その寝そうやからプッシュボタンずっと連打せんで、すいませんね、ちょっとね。はい、今井さんお決まりの、入り口は広宮とね。今井さん、はい、今井さんね、お気に入りの、お気に入りは、広宮って言ってますね。広宮、はい、広宮はあれですね、広宮、広美はあれです、はい、大学の後輩で、はい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 、すごい可愛くて大学の、はい、好きだと思いましたね。コメントしてくれてるのはパルコ店長の知り合いってことですか。いや、多分全然関係ない。どうでしょう、たまたま、適当に名前言ってるだけだと思う。なるほどね。はい、はい、はい、どうもって、今確定の リーチアンってことね。今 TVK の伊勢崎の CM してたよってことね。はい、パチファンに、伊勢崎出てるねってことね。ああ、そうなんですよね。多いかな、多いかな、ね、あれが今地味に出てますね。地味にってことなんですね。はい、帰り討ちにしてやれってね、プチューンして発展したからね、ガセもあるよってことでね。あ、どうかね、確定じゃないけどね、今日打ちたかったけど、まあ空いてるわけもなく、ガロ、打ったらまさかの2万発おにぎり、ガロはいいぞってことでね、ありがとうございます。ちょっとね、打ちたかったけどね、別の方で出たみたいなね、おにぎりタイキックってことでね、まあね、近々多分食らいに行くんじゃないでしょうかね、僕は。はい、デコピンでおにぎりの頭、勝ち割ってやれってことでね。デコピン怖いですからね。瞳ってあれだろ、志村けんの、瞳ばあさんだろってことでね。もうギリギリですね、もう記憶の。ね、どんなんだっけみたいなね。ね、はい、今から彼女とハッスルして寝るわ、羨ましいかコラーって言ってますね。羨ましいわ。ねえ、うね、ね、羨ましいわ。すげえ羨ましいわ。ね、だいぶね、力こもってますよ今のところね。まあまあ無理なさらないように ね。そうですね。ね。なるほど、あまり無理はしないですか。そうですね。まあ、そこだけが心配ですね。ああ、なるほどね。まあ、あまり無理するとね、後々ね、あの響きますからね。ね。何にってことですかね。はい、伊勢崎のキャバクラに行くんですかってことなんですか。ああ、僕こっち来てからキャバクラ一回も行ったことないです。あ、そうなんですか。はい、大阪。あ、大阪でってことなんですか。いや、そうそう、はい。あ、なるほど、ね。おにぎり女性の年齢気にするとか下水なってね。あ、下水ですか、やっぱり。
え、でもキャバクラとか言ったらそういう話もしますよね。でもあんなほんまか嘘か分かんないですよ。まあそうですよね、まあそういうのも含めてね、あのネタ的な感じで、ね、なんかその子は24になって、はい、サバ読み始めたって言ってました。あ、24からですね。今24なんですけど今19って言うてるって言ってました、はいはい、あー、へー、なるほど。でも、まあ、大体ね、あのプラス5歳ぐらいって言いますよね、その言ってる年齢より。そうなんですか。はい、いや、よくそういうの聞きますね、ある場所ではみたいな。ある場所ではね、はい、今井さん、私財布、今井さん、はい、私財布欲しい7個ってことですね。え、なんて、私財布が欲しい、すみません、財布が欲しい、財布が欲しい7個ってことね。そんなね、はい、安い女じゃないですよ安い女じゃない、はい、7個はそんな安くないぞと。そんな安くない。なるほどね、はい、お前らにね、あの何が分かるんだと。そうです。なるほど、そうですよ、皆さんね、気をつけてください。俺もうちょっと傾いてんで、なんかこっちに。そうですね。さあ動いてますね。また当たるんでしょうか、ね、はい、本田翼が天使というのはね、まあ、可愛いですからね、本田翼、ね、今井さんとかね、流行ってんな、今井さん、今井さんブームですかね。はい、ヒロミってミスター・チンとデビッド、伊藤の、B21 スペシャルかなってことでね、これ知ってる人いるんですかね。うう、全然分からへん、まあ、芸人さんですかね、これね、はい、おにぎり、コメント読むの遅いからリスナーとの会話ができない、すみませんね、頑張ります普通のダメだし、普通のダメだし、すみませんね、気をつけますね。さっきは無理するんですか、そういう場合は。いや、まあ、それは無理もしますよね。どういうこと、どういうこと。しないといけないですからね。ああ、今無理してる状態が。今かなり無理しますね。ボタン連打でごまかしてる。あ、なるほど。じゃあ最近一番無理したのはいつかって言ったらちょうど今ってことですね。あ、なるほど。だいぶ今無理してるってことで、皆さん ね、ぜひね、あのエールの方ね、送ってください、さっきさんに。だいぶ危ない状態。だいぶ危ないね。ぐわぐわ言ってますからね。はい、女24歳最高説は、そんな説あるんですか、ね、あ、でもそんくらい、はい、でがちょうどいいですか、ね、と思いますけどね。24あたりは、はい、ね、24歳最高説、ね、はい、吉原には24歳以上はいませんってことですね、まあ、ホームページ表記でってことですかね、そこら辺は、ね、はい、今井さん、土地が欲しいな、7個ってことね、そういうね、家はいらないですかね、そういう女じゃないんでね、そういうね、そんなあの土地は欲しがないよ、はい、ってことですね、ね、土地が欲しいってね、もう転がす気満々ですよね、これね。え？いやいや、だってあのね、いやいや、土地だけもらってもしょうがないじゃないですか。ねえ、奈々子ちゃん。ねえ、だから。しゃ。なんか食べに来た。よし行こう。もう寝そうなってる。行こう。頑張ってください。ね。今でしょってことね。今でしょ、そう。はい、女は17と24と32が最高説。ああ。こんな説あるんですか。そうなんや、ね、24、ね、で32、ね、あ、でそうかもね、あ、これ分かりますか、なんか分かるかも、はい、ね、まあ、最初17、ね、まあ、高校生ですけど、で次が24、あ、ね、で次が32、まあ、ちょっとね、売れ始めたかなぐらいの、あ、ね、おお、ちょっと興奮してるやつ、なんか分かるわ、すごい分かる、この数字だけでだいぶボルテージ上がってますよね。分かりますか。あ、ちなみにじゃあ、あのこの3つだったら、あのどれが一番いいですか、年齢で言ったら。僕は24です。24ですか、はい、なるほど、ね、いや、ちょっと今視聴者意識しましたいらねえなぞその気遣い普通にね、はい、あ、じゃ あ, の、じゃあ気使わなかったら、あ、まあね、いいじゃないですか、はい、あ、いいですか、わかりましたね。あれ、さっきさん、ちなみに24で。24ですか、ね、なるほど。それは何を気にしてですか。もうまつげ取れてんでいい、取れてる、まつげ抜けてんでしょ、これえ、なんかつけまなんですか。つけまではないです。つけまを今日つけてらっしゃる、はい、あ、違うんですかね。ちょっと限界かなっていう、なるほど、すいませんね、はい、今井さん、心臓欲しいな、ここ、7個、ね、今井さんの心臓欲しいなって、ね、あげるわこれだいぶ怖いですよね。和光浜崎2みたいな液晶くっついてんだねってことなんじゃないですかね、うん、上下にね、液晶があってね、もうなんか傾いてるけどな、はい、この前、危ういですよ、もう傾いてますか、傾いてんじゃん、ちょっと平行で、平行じゃない、17だろう、正直になれよってことね、ぶっちゃけ、ぶっちゃけどうよってことね、
24とか言ったけどもまあね、はい、あまあねだそうです、はいね、お察しということですね、はい、はい、嫁が24だわ、ね、これ、ね、若いですね、24嫁、はい、そういう女じゃないよ、マンション買ってってことね、もうそういう女ですね、もう完全にね、もう自分でなんかめっちゃ高いとこ住んでますけどね、あ、そうなんですか、はい、結構なんか高層マンション的なところに、うん、なんかようわかんないですけど、はい、ようわかんないけどね、さっきあなたが欲しいですよね、急に怖いな、いやなんか今日ね、あの曲みたいですね、いやでもさっきはね、はい、いいですよ、あ、本当ですか、いやほんまにやっぱ同性から見てても、いやこいつなんでモテないんだと、彼女いないんだろう、いや別にモテないわけじゃなくて、はい、まあなんていうの、恋愛相談者というかね、はい、まあ相談はしましたね、あーパートナーですね、お二人、さっきは多分相当いいですよ、あ、いざ付き合ってみたら、はい、そういうこと、まあ、いやもう抱き心地がもう全然違う、あーなるほど、すごい抱き心地、はい、ふくよかで、まあでもなんか、まあ、優しすぎるのがね、逆にね、あー、うん、なるほど、まあ、あれなんですよね、よろしくないでしょうね、そうそうそう、あーそうなんですか、優しいだけじゃねみたいなことですかね、いやでもちょっとね、まあパルコ店長一押しっていうことなんだね、だから付き合ったら絶対いい彼氏みたいな、うん、と思いますけどね、僕はだいぶねこれ評価高いですよ、さっきさん、ね、嬉しいですね、実際僕と付き合ってますからね、いやどういうことですか、どうこうあるわけじゃないですけどね僕と付き合ってるってね、そうですよ、さっきは男しか興味ないのってことでね、いやいやいや男はないでしょ、怖いね、怖くてね、怖くてですか、さっき頑張ってと、ね、ありがとうございます、頑張ります、いつの間にか ST 抜けてるやん、寝ようってことだね、いや今気づいた遅ない遅いな、うんね、だいぶね、あの抜けてますからね、今井さん4号機の大花火の、鉢巻きリールが欲しいな7個ってことね、マニアックの4号機の大花火の鉢巻きリールが欲しいな、鉢巻きリールが欲しい、はい、そんなんあるんですかね、ちょっとわかんないです、今ちょっとごめん、わかんないですね、はい、パルコさっき法要まであと20分、やばいやばいやばい、ちょっとね当たらないとこのままね行っちゃう可能性ありますからね、お二人でしっぽりみたいな、ね、何その新ルール急に聞いてないですよ、まあね、当たらないと法要みたいなね、はい、俺は13歳が好きっていうね、まあ、あんまりね、危ない危ない、あね、あの人に言わない方がいいですよ、それね、さっきもっと恋愛しようぜ、ね、恋愛の仕方を忘れましたよね、あれ恋愛の仕方忘れた、うん、あ本当ですか、ちなみに最後に彼女がいらっしゃったのはいつぐらいなんですか、そういう話はまあ一旦やめといて、あ本当ですか、そう、ね、悲しくなるだけなんで、ね、あ本当ですか、わかりましたじゃあね次ですよ、次どこでねチャンスがあるかわかりませんから、ねでやっぱそういうことになるためにはやっぱいろんなところに、ね、出ていかないといけませんから、やっぱね、僕、はい、インドアじゃないですか、皆さんご存知の通りね、ご存知の通りね、まあね、ね明日も ねお休みということで、さっきが家帰らず車で寝てるって聞いたときはもう涙出ましたけどね、いやそれプライベートをね、そうなんです、じゃあこれね、僕もなんすかそれ、じゃあこれ分からへんでしょ気持ち、僕もさっきくらいの年のとき、はい、家の近くの駐車場に車を止めて車で寝てたんですよ、あ、はい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 、時期があった、あ、そういう時期がですか、そういう時期が、はい、それ言うみたいな、はいはいはい、行きましょう行きましょう、いやいやもうちょっと、はい、あったんですけど、はい、あれな家帰りたないよな、そうなんすよ、だって何にもないもん家帰っても、あーなるほど、結局ね家帰ってもまあなんかまあ彼女がいるわけでもないしとか、そうそう、別にもろもろ含めて、なんか音楽聴くあれとかもないし、はい、あそのすすまあ車やったら密室で音楽も聴けるし、はい、電話もできるし、はい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 、まあみたいなんでね、気にならないかなっていうので、いやほんまに、はい、大丈夫ですかこの空気、いや俺はもうほんまにねさっきに俺と同じ道を歩んでほしくないなって、ねはいね、思ってます、はい、涙出てきたって言われるよね、うん、いやでもね車はいいっすよ、あ車いいですか、いやほんまにほんまに車は友達みたいな、別にね何にも用事なくてもとりあえず車で3時間くらい寝てから帰るんですよ、はい、ボロボロになって、ね、何もなくても寝るんですか、何もなくても、はい、いや僕もなんかその福崎とかあれあの、はい、車で家の駐車場まで行って、はい、駐車場の車で寝て、はい、3時間くらい経って朝の5時くらいに目覚めて、はい、こう家に戻る、家にも戻って
っていう流れをずっとしてるんですか。ね、僕はでも今のところ家でちゃんと寝てますよ。あ、本当ですか。あ、じゃあまだもうちょっとしたら、はい、そこのレベルまでたどり着く。あ、でも車で寝てたんちゃう。なんか倒してぼーっとしたりはしてますけど、うん、あね、辛いね、悲しくなる放送やな。いやでもこういう放送もね、たまには、はい、そう、どうすか。まあまあそうですね、まあね、やっぱ、まあ、店員さんもね、普通 の、 あの人間なんだよっていうね、まあ、我々のようなね、恋愛相談者は、はい、車に逃げ込むしかない。逃げ込む結局ね、盗んだバイクじゃなくて車に逃げ込むというね、はい、だそうですね。皆さんもね、多分思いはたる、ね、節がある、ね、人もいるんじゃないでしょうかと、ね、はい、さっきと付き合ったらパルコもついてくるんですかっていうね、セットこれ、そうですね、バリューセットです。バリューセット結構ボリュームありますね、このバリューセット、ね、ボリューミーですね。さっき、さっきのさっき一歩は何センチですかってことね、ね、面白いこと言うね、この人ね、冷静やん、はいね、何センチぐらいでしょうかね、まあまあね、そこそこだと思いますよ。さっきホテルで待ってますってことね、了解、どこのホテルが言ってくれないとね、さっきさんも分かんないんでね、はい、おにぎりさんに抱かれたい、ありがとうございますね。圧力は小6では熟女って言ってたぞって、病気じゃん、もう。うわー、圧力やばいな。病気じゃん、もう生まれたてしか分かんない、ね、危ない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 ね、捕まえて皆さんね、金町にいますから捕まえてください、はい、さっきパルコ、おにぎりの中で一番お腹がぽよぽよしてるのは誰ですかっていう、ね、さっきです。そうですね、多分さっきさんだいぶ柔らかそうですからね、多分、はい、さっきさんが一番ぽよぽよしてるってことね。じゃあ、 あれなんですよ、僕もう、はい、太ってる期間が長すぎてもう固まってきてるんですよ、はい、あ、はい、僕もそのタイプですね、だいぶ硬いです今、ね、一緒にしないで。いやいやいや、それは別にあの時期あの、いや、あの経過年数 の、 あの話はね、チームとかそういう話じゃないんで、眠いの取り込んで、無や無やで自分いやいや、おじそうさんみたいになってんだよ。ちゃんとこの花のケージ楽しんでますよ。このまま売ってたら多分おばあちゃんとかお供え物置いてくるよ。だ、大とさっきさんの間に入って おばあちゃんが、そう、いや、それまずいですね、ね、この時間におばあちゃん入ってくるのも問題ですけど、レンダね、頑張ってください、レンダの神様、ね、あれさっきさん、あれですか、最近から太り始めたんですか。いえいえ、ずっと急激に、はい、ええ感じにあれですよ、はい、あ、まあ、徐々に、そう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 。え、学生時代とか高校時代とかとかどうだったんですか。普通シュッとしたんですか。高校の時で一気に太りましたね。あ、高校の時に。そうですね、うん、それは何故なんですか、原因は。中学の時はずっと野球してたんですけど、はい、はいはいはい、まあ、高校だって野球やめて、はい、食べる量がすごい増えたんで。なるほどなるほど、まあ、一気にね、はいはいはい、そうそう、そこからずっとあの右肩上がりな感じで。そうですね、あ、なるほど、そうですよね、はい、やめてとかね、俺おにぎりが欲しい、おかかのってね、コンビニダッシュってことね、はい、私もおにぎり欲しい、鮭っていうのね、コンビニダッシュ、ね、はい、竹行きかっこいいってね、竹行き、竹行きかっこいい、ああ、誰や、下の名前言うてきた、ません、ね、誰でしょう、相当やぞ、俺の下の名前知ってるとか。そうですね、竹行きかっこいいってことね、ざわっとしましたもん今、ね、だいたいね、はい、ちゃんと呼んでくれない人がほとんどなんで、あ、はい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 、それちゃんと僕の下の名前呼べるとかも、多分うちのおじいちゃんでも間違えますからね。おじいちゃんでも、はい、竹行ってすごいっすね。おじいちゃんなんて呼ぶんですか。おじいちゃんは僕のことをたかしって残念すぎる、はい、ちょっと略してる、残念すぎる、ちょっとめんどくさくて略たかし、いや、ちょっとなんかね、なんか切ない面白い話でしたね。はい、いきますね。はい、パルコ店長、責任取ってさっきと付き合うんだよってね。いや、まあ僕はね、全然付き合えるんですけど、まあさっき僕のこと嫌いなんで、これ知らない。嫌いとは言ってないじゃないですか、そんな。はい、じゃあ、じゃあ何、じゃあ何よ。じゃあ何よ。じゃあ何なのよ。おねえ言葉来た。え、きつい、きつい、きつい。ね、はい、あ、今井さん、ちょいちょいうまいこと言おうとしすぎてますね。なんだから、誰だ今井さんって言ってます、ね、じゃあもう、喋らんとこか、もう。そうですね、いや、すみません、ね、いやいやいや、あのね、あのパルコ店長ですからね、ぜひね、はい、それでお願いしますよ、皆さんね。はい、車内で涙流して、寝てる人いたら通報するわってことね。僕ですね、しょっちゅうしょっち
もう出勤した時点で泣いてる時とかあるから。そうですね。出勤で泣いてんすか。そんなですか自宅って。そう、落ち着くとこじゃないですか自宅は。はい、先だけ、男塾ですかってね。ああなるほど、あの先っぽだけってことですね。さっき今何ハマりぐらいしてますかってことなんですか。今ね結構結構し始めどうでしたか。俺で、ね、あ100回転くらいハマってるやろ。はい、700くらいいかないですかね多分ね。スタートどんぐらいでしたか、ね、400くらいやったと思うんで。400、はい、600くらいはそんぐらいハマってますか。ハマっちゃってますね。いやさすがマックスね、恐ろしいところでありますけど ね、まあ、じゃあまだねチャンスありますから、一発ポンってね当てちゃえばもうねバンバン剤、ね。はい、パルコですっきりしたから寝ます、おやすみってことでね、おやすみなさーい、ね、パルコですっきり、パルコですっきりですね、まあ多分、まあ、だいぶいいポイントがあったんじゃないですか。なるほど ね、はい、異物混入やんそのバリュー性とってね、さっきのやつですね。はい、おにぎり好きです鮭のってね、コンビニ出しってね。はい、キコーナで働くと太るんですかっていうね。そうです、まあそういうことですか。あながち間違いではないですね。ね、はい、うん、あながち間違いではないっていうね。ないっす、太りやすい傾向にあるっていう、ね、あ最後の緑保留、おこれ来るでしょうか最後チャンスね。最後の緑保留熱くいきたいですよ。お赤字ね、燃えてますよ、ね、はい、今日29連目撃しましたってことね。いややっぱねハマるとでかいってことは ね、 ありますかね。ダメっす ね、 ね、はい、さっきのさっきは太いってことね。ナス、ね、ほぼほぼですよ、ね、はい、視聴者が立ち会い人になるから、パルコとさっきエンディングで結ばれちゃいなってことね。視聴者さんが見てるよってこと ね、 ね、その場でやってくる、ね、あまた震えた、これ熱いで、またブルブル来ます、熱いでこれ、これ熱いじゃん、おいやもうね、どう大丈夫ですか、大丈夫ですか、ね、じいちゃんだよね、これは当たんちゃう、また、ね、はい、ね、どうでしょうかね、僕は昆布のおにぎりかなってことだね。いやね、コンビニダッシュ、ね、ココイチ食べ過ぎってことだね。これなんすか、いやそう、もう、もう知ってるとや誰やね、内部の人間っす ね、 ですね、完全に内部、あ、じゃあ今の多分純ちゃんっすよ。あ、そうなんですか、ココイチ食べ過ぎ、絶対そうっす、ココイチ食べ過ぎ、はい、ね、あれ見てらっしゃるんですよね、ありがとうございますよね、はい、店員が太るイコール儲かってるってね、どうですかね、それは違いますよ、はい、ね、たかし、たかしってね、たかし頑張るんだよってね、おじいちゃんですね、はい、じいちゃんってね、パルコそれ熱いでと、これ熱いの、ブルブル熱いでとですね、お、カレーラーメン、まあ、緑保留に変わりましたね。さあ緑保留に変わって、そこからねどうなるんでしょうか。さあ次はね、まあ、残り時間もう10分切ってますからね。さっき好きだよって言いますよ、嬉しい、なんだかんだね愛されてますから ね、 ね、緑保留来ましたよ、お来ました、さあここラストチャンスあるか、ね、ラストラスト、もうねさっきの涙は見たくない、ここでぜひね刑事当たってほしいですよ。あ青カットイン、どうでしょうか、たかし熱いの？たかし、さあどうでしょうか。あ、外れましたね。外れ、残念。はい、ね、ピザ。おじいちゃんの思い届かずで、ね。志仲間で、ね。ピザって何？いや今なんか、はい、あのコメントに来たんで多分、カレーラーメン、ピザとか いろいろなんか食べ物が来てるからね。さあさっきさん緑保留、これどうでしょうか。緑ってダメなやつなんですね。やっぱ通常だとやっぱ厳しいですかね、緑は、ね、まあでも緑でも結構厚めの演出きたしな。そうですね、うん、もう一個欲しいですよね、発展はするということで、さあこの後どうでしょうかね。さあワンチャン行きたいもんですが、普通ですもん ね、 ね、はい、竹幸早くお前の子供を抱かせてよパルコママってことでね、だから誰なんそれさっきからいやこれちょっとね、あの複数いらっしゃるんでね、竹幸、はい、って言ってきてるの、はい、竹幸、いや、そうなんですね、まあ、だから多分さっきのね、さっきの見て見て多分ね、誰ファースト、竹幸ファースト誰竹幸ファースト、竹幸初号機やとヒントちょうだい、ヒントで、ね、おらんよな、だっていないっす、さっきも知らんくらいじゃん。いや、僕は知ってますけど、はい、あ、そうか、多分スタッフはね知ってる人少ないですか。あ、そうそう、この前だってカウンターの子に初めて下の名前なんて言うんですかって言われて、はい、あ、そうなんですか、そういう感じですね。さあどうでしょうか、さきさん、ねえ、毘沙門天なかったっすね。あ、なかったっすか、いや残念、
ジョジョ園の焼肉弁当っていうね、あのすいません、あの食い物だけ書くの、やめてやめてもらっていいですかね。どういうことなんでしょうね、これね。美味しいよってことですかね。まあでも、ジョジョ園の焼肉弁当ね、結構ね、いいお値段しますから、さっき、はよってことだよね。いや、これもう、やりましたね。あ、やっちゃいました？間に合わずじゃないですか、あら、ギリギリ間に合わず。さあ、ということでね、まあでもね、まあ、さっきさんだいぶハマりましたよね。まあ、パルコ店長のはね、11連ですか、10連。うん、はい、したということでね。これ、なんか、なんなんやろ。なんかチャンスですか？でも、さあ、赤字からの、来てますかね。ね、竹内かっこいいということですね。あ、ね、びっくりしましたよ、これ。ね、うるさいやつ。さあ、来ますね。なんかリーチ分からへんくなってる、ね。分かんないっすね。90分に一度のね、はい、RTC ね。あと1ちゃん、 RTC も入りましたね。なんかテンパイしてましたね。あ、 RTC 中にリーチ。おーっと、やっこれできた。これはあるか、あるんちゃうこれ、ね、前田圭司。さあ、さきさん、最後にこれいいとこ見せるんじゃないですか。何これ何これ。あ、これ熱いやつ、これ熱いやつ、これ熱いやつ、なんか文字ザラザラ出てますけど、何でしょうか。なんか展示会で見た、これめっちゃ熱い。何ですか、めっちゃ熱い。これ前回、ね、最後の最後に、はい、中村しっかり、はい、頑張りますよ。さあ、どうでしょう、これチャンス。おさあ、でかいですよ。でかいし、でかいで、あ、分かった、今じゃない、あ、ぎ、あ、これ続いてったら熱いんやろ。そうですね、さあ、熱いとね、中村しっかりいいところね。小耳がまずいよ、小耳が、すいません。さあ、どうでしょう、これ最後にね、初めて見る演出ですが、ねえ、ね、意地を張り通す自由ということでね。さあ、こっちもなんか、ね、なんかなってんね、漫画の一節がね、来てますが。さあ、チャンスはね、キセルと、あ、これ当たるやろ、黄金キセルってね、55% ということでね。さあ、どうなんでしょうか、これ花、黄色で花ってきますね。いや、めっちゃ熱いやん。さあ、薬物も後ろにあります。開いた、さあ、でかいの、さあ、落とし、やりました、さっきさん終了。いや、最後に我慢したね、来ました、おめでとうございます。危ない、いや、ちょっとじゃあ、さっきさんね、そのね、散々はまりましたけど、カメラに向かって一言よろしいですか。抱擁を回避しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、さっきやるじゃーんってことでね。よかった。やりましたよ、さっきさん。ね、いや、ドラマティックね。空気読めよ。ここは当てたらダメだ。いやいやいや。これはこれでいいでしょ。このエンディングもね。奇跡ですね。奇跡のように。これ見せ、出たでしょ。これ持ってる男ですよ。さすがね。これ何これ。さあ、ということでね、せめてラッシュ入るだけ見よう、入るかどうか見ようぜってことだね。そうですね、そこら辺は全然いいかもしれないね。祝福の抱擁、ようやく来たーってことね。ね、寿司、焼肉ってことね、熱いキセルってね。さあ、どうでしょうね、俺が抱いてやるよってことだね。もうね、これはだいぶドラマティックな演出ですよ、先生。全然やん。はいはいはい、押して押して押して、プシュプシュ。先でもあれや、でもギリギリまで、ギリギリできたから分からへん。あ、ね、まだ分かりませんからね。いや、まだ分からへん。ねえ、ようやく来た、ね、おめでとうってね。いや、たくさんのエールね、ありがとうございます。ね、よかった。はい、あ、あ、ラッシュ入った。すげえ。もらいましたね。会議であった。いただきました。ね、V アタッカーを狙え。はい、行きましたー、やったねーって ね、 さっきやったねーってね、やったやったね、おい、さっき分かってるなってね、あ、当てましたよ。出ましたよ。こっから30連しようってことでね、しますね。じゃあ、ちょっと、おりますか。さすがと、さすが虹の戸塚ってね、違いますよ、虹の伊勢崎ですよ。やりましたよ、最後、何この、何この閉店間際の当たるやつ的な演出っていうね。よかった。いやーね、RTC もね、いいタイミングで来て。ね。はい、和骨 ST ガンガン、当たってる放送はここですかって。そうなんですよ。もう終わるけど。今ね、そう、今ちょうどね、終わってしまったんですけども。いや、よかった。はい、花の刑事ね、最後見事ね。うるさい、ちょっとうるさいですね。すごいうるさい。ね、はい、チャチャダンス入ろうって。いや、別に今日はね、ないですよ。はい、ってことね、じゃあちょっとね、画面返させていただきます。うるさいな、これ すごいうるさいな、ねえ、気合入ってますよ。お客さん、もう閉店なんで、すいませんね。はい、うるさ、さっきさん、明日俺が打つからそのまま置いといてってことだね。 RTC やから、ね、残念や、ちょっとこれどうしようもないですからね。全部、全部うるさいん、ね、あの素敵な BGM、
をバックにね、最後エンディングでいきましょうか。いやよかった。はいね、お疲れ様ーとね、はい、そういや RTC 関係なかったなってことでね、そうですね、はい、ということでね、お二人ともお疲れ様でしたー。いやいやね、本日初打ち刑事どうでしたか。そんな声してたか。そんな蚊みたいな声しましたよかった、癖がすごいな。癖がすごい。そうですね、でもガシャガシャして面白かったですね。そうです ね、まあ当たったんで良かったですね、うん、そうですね、だからだいぶ、ね、結構なんか暑いのとかはっきりしてるような気はするけど ね、うん、そうですよね。いや語尾が、うん、語尾しおれてるな、語尾が結構なんかはっきりね、うん、してた、ね、なんかはっきりしてたね。おかん二人みたいな感じ、ね、あ、これね、うん、大丈夫ですか。平行いた今机が、うん、最後の最後にね、おならしないでくださいね。はい、ね、お疲れ様ってね、さっきチャックとかね入ってます。そう、ね、いや、しまってました、ね、お大丈夫ですよ。やられた、やられた、はい、メタボな二人だったんですねってことだね。そうなんです、そうなんです、さっきの腹って来てますね。さっきどんどん襲ってきて、いやでもなんか、ね、いやこの対比で見ると、パルコ店長の方がやっぱ体大きいんですけど、やっぱお腹の出具合がだいぶ。さっきだってもうおっか、どう、どんぶり飯2杯食ってるからね。やっぱね、ちょっといろいろやっぱ抱えてるもんが今多いですかね、やっぱり。ご飯おいしい。ご飯おいしい、うん、ね、幸せですからね。幸せです、まあ、大事にしていきましょうね。うん、ね、微妙やなとかね、メタボラッシュとかね。ね、こらこら、ボディーラインが出すぎて、服着てる意味がない。そんなことないね。そんなことないですよね。ねえ、ベルトも壊れるくらい。ベルトも壊れてますからね。ということでね、はい、そんな。よかったでも。ね、はい、今井舐めんなよってね、いや別に全然舐めてないです。怖い怖い。いや分かんないですね。ちょっとね。急に。急にでしたね。また荒れてます？はい、あ、いや別にそんな、いや今日は荒れてませんよ。はい、大丈夫ですね。はい、今日はね、お疲れ様でしたということでね、はいね、花の刑事全24代。はい。はい、導入ということでね、ぜひね、皆さん明日ね遊びに来てみてはいかがでしょうかということでね、はい、じゃあ最後にもう一度ね告知の方入りたいと思います。あ、はい、あ、俺あれ持ってきて忘れたけど、あの1月の1月の、はい、1月25日の25日、はい、日曜日ですね、あの、はい、なんか今パチファンがやってたんですかね、はい、あのそれの収録で、はい、モノマネタレントの神奈月さんと堀さんが来店されます、はい、日曜日ですね、はい、ちょっと時間はまだ分からないんですが、はい、はい、来ます、はい、うん、ね、まあ、時間はまあ、あとホームページかなんかに載りますかね、たぶんメールですかね。あ、なるほど、ホームページはちょっと微妙なんで、はい、我々はちょっとねメールで行くというそうなので、皆さんね、ぜひね、はい、チェックの押してください、お願いします、ね、はい、します。あとはそのぐらいですかね。はい、あれだったら今あの持ってきてあのもらっても大丈夫ですか。あ、もういいです、いいです。あ、いいですか。はい、わかりました。はい、ということでね、はい、本日の放送は以上ということでね。まあね、刑事のね、凄まじい連載がね見れたんでね。いやー、よかったです。まあね、まあね、当たってくれて。ね、兄さんの時に当たらなかったらもう事故。おっと。よかった。ということでね、まあそういうの別に放送中に言わないっていう手段もあるんですよ。大人であれば、大人であれば、そういうことね。はい、ということで、まあね、まあ本日もね、すごいね、ちょっとイラッとしたかもしれない。いえいえ、全然全然。本日もね、素敵で楽しい。僕が子供だったんですかね、ちょっとね。いや、まあね、まあ、あのみんなで成長していきましょうよ。ね、貴重な椅子崎はみんなで足並み揃えていくということでね、さあということですね、本日の放送は以上と、はい、となりますのでね、また来週なんですが、来週はどこら辺の機種行く予定ですかね。あ、思いますか。またスロットを、いや、まあバジリスクかな。あ、絆、あ、絆、あ、なるほど。いや、次のね放送がいつですか、はい、26、ちょっと来週は26ですよね。27にね、なんかライターさんが来店されるんですよ、はい、なんかスローリーグのなんか収録かなんかで、はい、なんでスロット打とうかなと思って。なるほど、はい、久々のスロットということで。そうなんですよね、はい、で一応まあ来週はスロット予定ということで、はい、皆さんね、ぜひね、楽しみにお待ちくださいということでね、はい、皆さん今日はどうもね、ご視聴コメントありがとうございましたということでね、また来週お会いしましょう。さよなら、ありがとうございます、バイバーイ。